生存確認テレフォンシーズン2今日で最終回一応さあ始まりました。吉本芸人生存確認テレフォンでございます。2021年8月の30日月曜日でございます。時刻は夜の8時過ぎました。こんばんは、ミスター生存確認テレフォンの東野幸治でございます。そしてこのシーズン2、今から3時間生音声配信でございます。最後までお付き合いをお願いします。改めて初めて聞く方のために説明します。この番組去年の5月もうかれこれもうほんと1年以上経ってるんですね。コロナになって1回目の緊急事態宣言中のゴールデンウィークに3日連続でしたね、やりまして、12時間1回4時間の3日連続やって12時間の生放送番組がレギュラー化したもので、番組の内容は至ってシンプルで、吉本芸人さんが劇場内営業内仕事内果たしてみんな生きていってるのか大丈夫なのかっていうのを電話して生存を果たしていくだけの番組でございます。一度の発信を経て6月に入ってしまった。バニーバニー吉本一の人バニーの利益の初めてです。こんな感じなんですね。まあ、山添が多分引っ張っててくれると思うんでね、ちょっと、はい、そうですよね。でも普通の麻雀はもうあの3人はずっと昔からやってるイメージじゃん。松田はすげえイメージあるんだよ。あ、そうです。僕見たことあるよ。はい、あるよね。僕一応山添の師匠です、はい、僕が、はい、僕に麻雀を教えてくれた人です。はい、一番打ってる、こんな感じで。え、あ、僕いつかね、でもまあ確かに一番その自分ちなみに、生存確認、現在ファニーの YouTube にアーカイブ配信してる。再生回数がだんだん伸びてるってここに書いております。強すぎて店の人が、はい、この子今売り出し中なんでどうですか。あー、あー、店芸能みたいな感じの1回再生時期ありました。深く回数をしたいんですけど、この僕は結構打ってたんですけど、なんかここに2、3年ぐらいずっと空いてて、でこの前久々に山添と打ったのが本当に2、3年ですかね、打ったんですよ。でも、まあ、麻雀は好きです、僕。もともと同級生で、僕は中学校一緒に、中学校で一緒に。あ、そうなんや。今日3回目で再生回数伸びたら、シーズン3に行くのかもわからないという状況。皆さんの YouTube ね、見るのはもちろんコメントだけでなく、番組の感想は Twitter のハッシュタグ生存確認テレフォンをつけて投稿をお願いします。とにかく皆さんが聞いてくれてなんぼの生存確認テレフォンです。皆さんが聞いてくれなかったら僕ごと吹っ飛びます。どうかよろしくお願いします。そしてファニーのツイッターアカウントでも最初の30分ほど配信しております。ツイッターから流れて聞いてる皆さんはぜひファニーの YouTube のチャンネル登録お願いします。とにかく今吉本は何かあったらファニー、何かあったらファニー、ファニー、ただファニー、吉本がファニーせえへんかって言うてくる芸人、言いにく芸人はみんな若手です。40前後の芸人が今拗ねております。ファニーが全然寄ってこないと、そういう拗ねてる芸人さんにお話聞くのが生存確認テレフォンでございます。ちなみに前回はですね、ガリガリガリクソン出てくれました。実は株で大儲けした話、ギャロップの林くん、モンスターエンジン大林くんなど番組らしいメンバーに電話しました。あと、もう中、あと野田クリスタル。反響が大きかったのが元リアルキッズの安田君、生き様がドキュメンタリーでございました。そしてこれ、生存確認テレフォンで大きなプロジェクトがスタートしました。見切り発車のスタートでございます。この番組初のオリジナルグッズを作ろうとイラストレーターとして活躍したネゴシックス君、そして奥さんが画家のメッセンジャー黒田君にデザインをお願いしました。今日はこの T シャツのデザインを発表します。販売決定の発表じゃございません。デザインの発表ですから、まだ販売までは二山越えなければ
販売させてもらえません。辛い。辛いよ。あちこち大踊りとかすごい羽振り良さそう。おかしいな。T シャツの購入方法、値段等まだ決まってません。反響が大きかったら皆さんに教えますんで楽しみにしてください。そしてちなみに今日電話をつなぐ芸人さん紹介しましょう。まずは人気者枠、コロナの自宅療養から回復、陣内智則くん。一体最近どうなっているのか、YouTube 絶好調、テレビも絶好調、今一体何を思ってるのか陣内くんに電話したいと思います。矢野兵道の兵道くん、ジミーさんとのキングオブコントに出場、裏話聞きたいと思います。そして新喜劇の座長の川端さん、新喜劇周りが結婚ラッシュ、結婚ラッシュでもうお尻触ることできない、おっぱい触ることできない、言っておりました。その辺のところ聞きたいと思います。そしてアキナの山名くん、新婚山名くん、宇都宮真紀ちゃんと結婚した、その辺のところどうしていたのか聞きたいと思います。そして夏に大忙し、稲川淳二さんにも認められている怪談芸人のありがとうアミくん、ちょっとそのアミくんにもつないでとっておきの怖い話も聞きたいし、まあ一体どんな活動をしているのかも、聞きたいと思います。さあそしてスタッフの、最近分かった傾向でございます。この、生存確認テレフォンの傾向でございます。人気者よりも最近何しているんだ、生きてるのか、元気なのと心配になる、顔と名前がうっすら分かるぐらいの芸人さんが一番皆さんが興味があるという、大人は本当やらしいです。溺れかけてる芸人さんに最後の、インタビューをしようという、生存確認テレフォンでございます。ということで、溺れかけてる芸人さん、今回このようなラインナップ。水玉烈風隊健さん、以前昔僕にパチンコ屋さんの台の上から見た絵を描いてもらって、この台とこの台昨日出たんで兄さん今日出たらこの台当たりますっていうわけのわからん説明していた健さん、にもつなぐ。そして最近なんかこのコロナになるその前から闇営業の頃からまさかまさかの一生安泰だと思っていた熊田雅史くん、闇営業そしてコロナでですね人生のどん底を味わってるという噂でございます。その辺のところね掘り掘り聞きたい。そして久しぶり物いいの吉田サラダくん、一体今何してるんだ。そして 8.6 秒バズーカーの、浜やねん、新宿のこの本社の近くにあるバリ風のラブホテルになんか女と入ったの確か写真週刊誌に載ってたような気もします。浜やね、そのようなところ、今なら喋、れるバリ風ラブホテルの中の、ベッドはどんな感じなのか、お風呂はどんな感じなのかも聞きたいと思います。さらにですねぼる塾のあんりちゃんがスタジオ生出演、あんりちゃんが僕に若手を紹介する若手芸人生存確認テレフォンも行います。さあそれでは最後まで皆さん聞いてほしいと思います。そして最後にこの番組が続くのか終わるのか、シーズンごとになるのか、イベントになるのか、今後どうしていくのか、ファニーの上層部である社員に最後電話するんですって。でこの番組の生存確認をするそうでございます。俺も全く知りません。皆さん、54歳の、ロートルクソ芸人の東野が、電話で、クビですと言われるところを聞けるかも分かりません。最後まで楽しんでほしいと思います。さあそれでは、早速最初、もちろんこの方に電話してご機嫌伺いたいと思います。もうええやろ、メッセンジャー黒田くん、メッセンジャー黒田くん、1回目の生存確認テレフォンから電話つないで、もうかれこれほんまにもうずっと電話つないでおります。メッセンジャー黒田くん電話してみたいと思います。ね、元気なんでしょうかね。はい、電話してみます。待っててくださいね。
もしもし。おはようございます。おはようございます。いやいや、もうちょっとなんか芝居するかテンション高くやるかどっちかするんちゃうの。9月じゃなくて8月の25日は給料日なんですよ。はい、給料日、給料日、まさか、はい。毎月25日が給料日。そう、給料日、給料日、はい。でこれは、生存テレフォンっていうのは毎月僕ギャラの話してるでしょ。してるしてるしてる。今月ね、おう、ギャラ漏れが発生してるんですわ。ギャラ漏れがあったの？生存確認。あ、この生存確認テレフォンのギャラ入ってないの？入ってないんですわ。いやちょっとそれはあれ違うかな、うん、生存確認側ももうちょっと予算的にオーバーなのかもわからんし。ちょっと待ってください、前の時に俺はギャラが5000円下がってるって言って次ゼロになるっていきなりのそうよね、世界恐慌やないねんからね。あの初期の生存確認テレフォンで渋々出てくれたけど、2回目以降すごい上機嫌で、なんでかってなったら、あのラジオのギャラよりもこの生存確認のギャラがええからって言ってめっちゃ上機嫌で喋ってくれて、そっからのまさかの5000円ダウンで、5000円ダウンで、まあそれでもまあないよりマシかと思いきや、おうおう、確認取ったらね、ゼロになってるんですよね。いや今はもうだって淡路島にリタイアして漁師してるからさ。誰がリタイア？いや誰がリタイアしとんの？いやもうだってあの淡路にあの別荘も買って、そこでうん漁師のおっさんと仲良くなって毎朝4時5時に起きて釣りしてるんでしょ？誰が4時5時や、いやなくてね、まあ、淡路島は淡路島で言うならもう、うん、このコロナ禍の中でね、はい、やっぱりね、都会におるのは怖いなと思ったんですよね。いやいや逆に言わすと都会にお前がおる方が怖いで、我々からするとやから、どういうことですか？いや、やから言われたりさ、全然ですってほんまに。いやお酒飲んで殴ってきたりすんねやろ。もうまたほら出た、ほらまた10年前のこと言うあれ10年前、10年経ってますわ。もう51ですよ51、お前41の時人殴ったんや。39や。39、ごめんごめん。四捨五入して言うじゃん。ごめんなさい。12月の25やから開けて40で四捨五入して言う。確認やけど。何ですか？パトカーの後ろってクッションとか座り心地はどうなの？あれね、革の匂いがいいんですけどもね、まあまあ硬くて真ん中をね、特に何言うとんの？いや。嬉しい、乗りツッコミとか今誰もしてくれへんからさ、今もう吉本で乗りツッコミするのお前だけやで。え、マジで？マジや、マジやね嬉しいね、乗りツッコミとかもういいんですか、それはもう。あ、で、ゼロ。全部けんの。でもゼロやってな、生存確認は。そうなんですよ、生存確認入ってなかったんですよ。いや、だから来月ファニーにちゃんと言ってくださいよ、これは。いや、だからファニーもう若手じゃないと配信させてくれへんねん。どういうこと？いや、だからあの言うたらお金払って見るわけや、うん、で若手の生きのいい若手じゃないとお金払ってくれへんから、今 4,50 の芸人がふてくされて、うん、ファニー潰そうとしてんねん自分あかんかったら。これ何のための電話なの？いや、だから我々がもう最後の希望よ、中堅芸人のファニーとの細い糸でつながってんのよ。これが、うん、これがそうやで。それやったらもう、うん、いやそれで言うとね、うん、あの見てもらいました。何を？ T シャツ。あ、そうそう、そのそれでだから、うん、あの俺これ黒田君知らない人言いますけど、 YouTube やってて黒ダニって言って、あのひらがなの黒にカタカナでダニって書いた YouTube やってるやん黒田君。いやひらがな、いやいや、カタカナでダニちゃうよ。それやったら黒いダニになるやん黒いあの黒ダニっていう YouTube で T シャツ作ったやん。そうなの、 T シャツ作ったんですよ。ほんで YouTube チェックしてない人確認してほしいんだけど、俺黒田って男がここまで仕事にがめつい人間やと思わなかったのよ。ちょっと待ってよ、それどういうことですか？あのアメトークのアベマでね、出た宮迫とホトちゃんが解散するってなって、俺それの話になったのよ。その俺が黒田2の T シャツ完成したからっていうのでゲスト行った時に、ほんでそれ見て、
ほんで見終わった後にホトちゃんに LINE して、うん、お疲れ様でした、何かあったらいつでも俺仕事やりますんでって言って営業かけて、宮迫には何の LINE もせえへんって。ちょっと待ちなさい。だからそのね、もう勝手にね、東のイズムのそのところに入れていくんやめなさいって。結果論としてはみんな潰していくんやから。いや違う、お前だってホトちゃんには LINE 送って、何て送ったの。だから蛍原さんにはいやいや、あのいろいろ僕も黙ってて申し訳ないですけども、あのこれからもう頑張ってくださいぐらいしか釣ってないですよ。あの開花されたって聞いてからね。それまでにあやこうやって僕テレビでも絶対ラジオでも言うてなかった。いや言うてない。ただ蛍ちゃんにはいつでも仕事は何かあったら言ってねって頑張るから、そういう言い方してます。そういう言い方しますよ。だからあの要は何かあったら、うん、あのおたすあの微力ながらお力貸しますんでっていうぐらいのレベルですよ。いやだから、いやそれも営業やん、もう完全に。いや営業ちゃいません。だからそれはやっぱり先輩としての僕はお世話になったんで、なるほどじゃないんです。早いんじゃない、切るんが。え、ほんでホトちゃんはなんて帰ってきたの。あ、またあの黒田、あのありがとうと、うん、で俺も宮迫もよろしくなって。これ優しいやん。そうです。で宮迫には、いや宮迫さんだから連絡先僕知らないんで、急に連絡するのも申し訳ないと思ってね。で言い方したらそうなる。そのなんかあれやね、ほんま潰していくね。いや潰してない潰してない、ね、全然潰してないよ。もうそんなもあかんて。いや優しいペリーみたいになってんね。ほんまに。いやただその黒谷で T シャツ作ってとかね、これからやっていくんでしょ。いややっていくっていうか、まあ、あのそういうのでやりませんかっていう話がいっぱい来たん。そうそうそう、だ黒田の知り合いの T シャツ屋さん。そうですそうです。ほんでこの音声確認、生存確認テレフォンでも T シャツ作ろうとか、まだ作って販売するかどうか分からんけど、デザインを黒田さんの奥さんが絵描き画家。そうですそうです。ほんでなんか俺が電話で笑いながら喋ってるデザイン描いてくれて、めっちゃええ感じで。その下の字は僕ですけどね。これいらんのよ。いやなんやねんそれ。いや言うたやん、前の時今ちゃやん。だって嫁が A で僕が G でやりますわ。いやいいけど、合作やるのみたいな。いや合作、まあ売れ、ちょっとさ生存確認が硬すぎ。これあと、これハンコなんなのこれ。あ、それ黒田保って書いてある。いやだ入ってくなって。入ってくな。入ってくなって。今問題になってる、いじめやろそれ。いや、いじめやない。で、夫婦合作の生存確認っていうこの T シャツを作ってくれて。もともとそうやって言うたでしょ。いや、まあそれはそうやねんけど、まさか。で俺何するんですか、字書けんかった。いや、だから奥さんの肩揉みながら頑張ってありがとうねとか。気持ち悪いわ、そんなこと。ファイトファイトとか言ってくれたら。ファイトファイトやないんです。でも一応こう、まあ、こういう風なデザインしていて、奥さんは嫌がってなかったの？いや結構スッと書いてくれましたけど、ね、ありがとう、本当に嬉しいよ、いい奥さんやな。いやいいか悪いか分かりませんけど、まあギャラはきっちりもらえますけど。いやいや、あんまりもう言うたらあかんで、あの髪の毛染めるなって、もう悪口陰口言わん方がええで。いやそれはね、もうここだけの話、ほんま紫きついでしょう。いやずっと言うんですよ、兄さんおかしないですって。いやもうその美容院行くんいいんですけど、なんか毎回髪の毛紫とか染めたりする、いります、そんなこれ僕のお金でですよみたいな、最低でしょ。いや最低ちゃいますよ。いや最低や、もう嫁はんが消ええんやったらええから、紫とかピンクとかもう好きにさしたらええやん。いや、いやさん自分の奥さんがほんなら紫してきたらどうするんですか。いやいや、うちの嫁金髪にしてる時あんねん。痛いですよ。誰が痛いねん。うちの嫁な、俺子供2人おって4人家族やねんな、はい、ほんで嫁が車あの買うって言うから、あ車買った方がええよって、俺も車乗ってる人が、車買えやって言って車買えて、買いに行って帰ってきて、ほんで上機嫌で車買ったって言って、で、はい、でどんな車かようよう聞いたら4人家族やのに、はい、ツーシーターの車買ってきて、うわ痛いや。うちも似てるんですわ。紫のね、うん、頭でね、うん、車この前ここ通ったんですよ、うんうん、通ったというか、まあ俺がここ払ったんですよね。いやだそれ言うなって、お前の稼い、まあ、車も紫なんだ、車も紫ですよ。頭紫、車も紫やったら、もう大阪の谷町でねえでしょあれ。いや知らんわ知らんわ、
谷町線の色知らんわ。紫や。一番あのお坊さんの一番高いくらいのところが、そうそう、一番ステージ高いからええがな。お坊さんやったら嫁お坊さんちゃうけどな。いやほんまでもそれ文句言ったらあかんねんって。ええー、な、ええー、紫やなって。愚痴ですやんこんなん。あのね、ほんま東野さん悪いとこですけど、楽屋で例えばちょっとした愚痴とかを、はい、親身になって聞いてるうるして、うん、すぐカメラ回ってるとこで言うでしょ。あれやめとかんと。ちゃうね、俺あと1年経ってほんまにものすごい嫌われますよ。いや、お前ほんまにいちいちカード会社から毎月明細来て、その明細を舐めるように見て、で下打ちとかしたあかんねんって。なんで知ってる、なんで知ってんのこれ。その情報は言ってへん。だからもうそんな嫁が機嫌よなったらええねんから、あんまり。いや分かってますけど、だから逆に言うとそういう話をね、うん、はい、裏の話じゃないですかそれって。すまん、表になんで出すの。ほんで、いや、そうだ、ね、オンエアで言うのやめときなさい、ほんまに。いや、キャキャキャやないよ。お前だってよう俺にいろいろ言うね。あの、例えばある師匠が NGK から一番遠いところの喫茶店で、あの相方には禁煙してるって言って実はタバコ吸うてましたとか俺に言う。言うなって、言うなって。それはそれ見つけた時どんだけ俺が辛い。目実際タバコで焼こう思てんか。そういうね、だからもうほんまそれ東野さんほんまやめとか言うよ。あの東野さんだけには言うからえらいことになるっていうから。今まだ止まってますけどね。ちゃんと止めてるから、ちゃんと止めてるから。いえいえ、ほんで一応これシーズン2の3回目、今回でシーズン2が一応終わんのよ一旦。ええ、ほんでそれが続くのか継続するのか、シーズン3に行くのかは、あの番組の最後になんか、ファニーの担当の人に電話して一応聞くってことになってるから。なるほど。一応だからこの T シャツ作戦もやっていこうと思ってるんで、ちょっとこれも前向きに、ちょっと考えますんで、わざわざ書いてくれてありがとう。え、これほんで何売るんじゃないんですかこれ。作れへんの。ほんで、いや違う、あの作れへんかもわからへんよ。え、もうなんなんこれ。ほんで、いや、ただなんかあのサムネイルで使うかもわからんしさ。いやいや、なんなんですか。いやいや、何なんですか。話が全くちゃいますやん。いや違う、兄さんみたいな T シャツ作るんやから。 T シャツ、俺もそう思ったよ。ただスタッフはあの第一歩ですとしか言えへんねん。デザイン、何やねんファニーって一体。いや、ファニーって全然柔らかい言葉にしやがって。ファニーって、うん、そうだから、あの儲かることしかせえへんっていう意味の英語で言うとファニーらしいねん。でも一応あのデザインはできたんで、これを売るかどうかどうするかっていうのは今後次第やから、ありがとう、とにかく。いや、ありがとうやないですよ、これ。ほんならどないするんですか。何も、ほんなら何も生み出さないんですかこれ。せっかく書いて作って。いやいやいや、もちろん生み出す、生み出すけどさ、ちょっと待ってよ。あともう一人の方にもデザインをお願いしてるからさ。え、いや別に天秤かけてるやん。いや違うね、ちょっと待って。なんやねん毎回毎回。いや違う、いや大体もともと1回目からね、僕料理作れで作ったら勝手にジミーお兄さんと対決とか勝手に対決のサックを作るなって言ってんだから。いや、あのアンリちゃんにもしかしたら決めてもらうかもわからんし、ちょっと。いや、もうええねん。もうええねん。いや、ちょっと待って、とにかく。いや、待ってじゃないんですわ俺。いや、俺は個人的に東の T シャツっていうのもあるし、ちょっと待って、とにかく待って。だから全部説明してから言うけど、やらすだけやらして、あとは知らんちゅうのって一番飽きますやん。じゃあ俺説明下手くそやねん。いや、一番うまいやろ、何も仕事やっとんねんおい。いかにせえよ、ほんま。いかにせえやないねんって。いや、だからちょっと今ちょっとずつ進んでいってるから。いや、作ってもうたやん、もう書いたやん、ま、そうそう、だから一回奥さんとセッティングして俺ご飯おごるからさ。いや、そんな問題ちゃうんですわ。嫁嫁で T シャツなんねんって親戚に言うとるやない。いやいやいや、こんな恥ずかしいことあるか。いや、言わんでええねん奥さんに。俺はそうや思ってたから。いや、俺マネージャーにも T シャツなりますんでって聞いてたから。いやいや、これよかったよかったよって東野さんが喜んで。いや、もしかしたら T シャツになるって決定かもわからんけど、スタッフは教えてくれへんねん。なんやねん、その秘密結社みたいな。いや、ここのスタッフもおかしいねん。もうなんかね、2メーターぐらい離してずっと俺をニヤニヤ見てるだけやねん。なんやねん。
そんな3時間やね、怖いねこいつら。いや東野さんは片手間でやってるかもしれんけどちゃうねこっち能力使ってるから。いや分かってる分かってる、最悪あの俺の YouTube でちゃんと処理するから大丈夫。いやもうええわそんな。ちょっと待って待って、あのね今日はもう夜ご飯食べた？もう食べましたよ。だって何食べた？5時に起きなあかんね。5時。え今日はあの豚の生姜焼き。ほら、うん、さっきまでめちゃくちゃ怒ってたけど、今日何作ったって言ったらもう上機嫌になるからね。単純でいいのよ黒田は本当に。美味しかった生姜焼き？どうやった？やっぱりね、うん、あのみりんが決め手やなと思います。やっぱりみりんか。そうかそうか。あんまりみりん入れないんですよね。ごま油で。えごま油入れんの？ごま油でやかな全然味違いますよ。すごい。あれみんななんかサラダ油でやりますけど、やっぱりごま油をこうひとしずく落とすことによって、ほんまかいな。あの豚の油と香りが一番合います、ね。あとちょっと俺あの悩みがあんねんけど聞いてくれる？どうぞどうぞ。納豆が俺ね健康のため食べなあかんねんけど、ちょっと臭いのよね。あれねよく言う人いるんですよね。あの僕らぐらいの世代っていうのはまだ納豆がそこまで普及されてなかった、ね、関西は納豆を俺らの世代食べてないのみんな。よくあんのがなんかネギをこういろいろこう刻んで、ね、こう混ぜるからおいなんかちょっと気になるよね。さっきも言いましたけど、うん、僕は油の中で一番はごま油が一番臭みを消すんですよ。えほんならあの納豆食べれない人っていうのは本当の一滴ポンとごま油をかけてみてください。はいはいはい。あの人間がこう異臭とされるその納豆菌の匂いっていうのは、うん、もう一切消えるんですよ、プラスアルファあの甘みに変わるんですよ。ほんまかいな、うん、納豆って思い出しましたけど、はい、兄さんお味噌を作る味噌蔵あるでしょう。知らんわ味噌蔵を作ってる方々っていうのは絶対に納豆食べたらダメなんです。なんでなんで。あのね、納豆菌っていうのはどこでも繁殖する。ああそうなんや。もし納豆の何かの菌が一滴でもついてたらその味噌蔵に入った瞬間にその納豆の菌がぶわ増えて一気に味噌の蔵がダメになるらしい。分かるけど、うん、味噌蔵ってどんなんかも俺分からんね。もうえ味噌蔵、味噌を作ってるいっぱい作ってるところに職人は納豆職人は納豆を食べたらダメっていうのがあるんですよ、食べれないんですわ。納豆を食べてもし納豆菌がついてしまったら食べれるのはお休みの日の前の日だけ。はあ。もし納豆を食べてもしかしてちょっとした袖の口ついててもしても納豆は絶対に菌死なないんで。いやちょっとそれがブワーッともう、こと聞けた。もう今まで作った味噌が全部ダメになった、ダメになっちまうって聞いてね。ありがとう今日は本当に納豆の話。よかったですわ。明日できてよかった。明日朝5時からは何すんの？明日朝5時からとりあえずあの犬の散歩しながらあの融通さんっていう神社があるんですけど、そこにあの行かしもうてやる、はい、であの帰ってきます。ほんでこうええことありますようにってみんな。あもちろんそうですよね。みんなが幸せでありますようにって。あみんなじゃないです俺ですよね。いや。相方のパラちゃんも幸せだ。そんなんいいんですよ。僕なんですか。え？いいんですわ。俺。俺だけ。嫁が黒髪に戻しますようにって。誰がやねん。嫁が黒髪に戻しますように。いやもうよろしいんですか。そんなよろしいですか。のされてるやん。いえ。T シャツの話どっか行ったよ。いや T シャツの話すると思ったら怒り出すから料理の話振ったら機嫌よく喋ってくれたから嬉しいなと思って。アホやんそれも。いやアホやであんた。誰がアホやってんの。簡単な MC してるよりまだ力残すとこと思って。いや3時間長いからさ、喋れる人にはどんどん喋ってもらわなあかんから。でもありがとうありがとう。ちょっとちゃんとしてください。ちゃんとする。 T シャツはあの T シャツかどうか分からないですけど今後のことですよ。いやお前はないない岡村についていくんやろ。誰についていくんや。その誰かについていくっていう昭和の匂い。ホトちゃんか岡村か俺か誰についていくねや。誰についていくとか全く。お前だってやけに岡村さんとかなんかスギル TV にゲスト行って大事なここ一番ちょっとかましたろうと思ってセットの裏からセットポンって軽く蹴ったらドーンと落としてね、スタッフ全員が引いてもうて岡村も引いてすごいやりづらかったやろ。誰がやれなんてよう見とるなあんたファンかよう見とるなおい。 TVer で見たか。いやいや違う お前が言ってたもん。なんか俺が言ってたじゃない。ちょっとこう怒ってるキャラで行った方がいいかなと思って後ろからセットドーン蹴ったら全員が引いてもうて
そう思ってる以上にね、やっぱ関西ローカルってやっぱ壁薄いな。いやだからいろんな人に可愛がっていただいたら縁違うの。いや岡村さんは結局全国ネットでもたまにポンと俺の名前出してくれたりええ時でも悪い時でも東野浩二のは一切出さんな、ほんまうまいことやっとるわ。ほんまにちゃんとせんとはあかんと思います。いやいや、だから覚悟を持ってお前あの東京来いよ。そしたらいや東京がね結局僕多分合わへんと思う。また逃げるなお前。お前いやもう向かってこい。ダイアンが吉本史上最年長で東京行ったけど、それ越してまさかのメッセンジャー黒田単独東京進出。五反田とかにさ満州行かん。51ですよ僕。51で一人で黒田単独で東京に来てやれや。ちょっと面白いや。誰がこのコロナの状況の中で行くんですか。いやもうちょっと会見プチ会見開いてさ、はい、なんか無限大ホールでさちょっと会見開いてメッセンジャー黒田と言います。ちょっと50歳過ぎて今から東京で勝負かけにやってきました。パシャパシャパシャ。誰やってんの。誰やそれ。いや吉本の担当同じやつやろ。もうええわ。質問ある人って誰も手挙げへんやつ。質問ある人とか手挙げへんないから、ね、誰も手挙げへん。こんな小恥ずかしいことあるか。いやだぐらいの覚悟があんねやって俺かってちょっとね東京じゃ頑張ろうやってあるけど、もう何かあったら淡路に逃げ込むやろ。ねえ渦潮になんか自分の思い喋って俺もほんまもっとおもろいねんって映してぐるぐる回るわほんなら。何笑ってんねん。その人生何や思ってんの。いやだから面白いから大丈夫だって。大阪万博に向けてこれから大阪注目されるから。お前ですよ。やっぱそらメッセンジャー必要でしょそら。うん、もうほんまにもうそうそう、えらいことになりますよ。だってあの時代が変わると僕コンプラ厳しいとか言うけど、結局今なんかバラエティで空気階段の鈴木もぐら君とか岡野君っていう借金いっぱいある芸人とか、そうですやっぱ破天荒な人をやっぱついついそのコンプラ厳しくなるから余計求めちゃうのよ。自分は無理だけど黒田さんならでやってくれるとか。なんかファミリーなんかコアやとか言ってますけども、うんうん、なんか最近テレビ局もあれ怪しいらしいですよ。ああそう。ファミリーコアっていうので結局そのファミリー、うん、ファミリー言うけども実はそれやってたかって、うん、あんまり営業成績伸びへんのんちゃうかっていうのが分かってきたみたいでもう一回戻そうかみたいな噂をしてるっていうことは、うん、僕は頼りで聞きました、ね、細い線やな、そうなった時にはまたそのねやっぱりテレビっていうのはやっぱり50代上も見なあかんのんちゃうのっていう時代に来るんじゃないですかね。もちろんめちゃめちゃ話したいけど、あの、俺の周りの遠くのスタッフがカンペでそろそろ次へって出たのよ。ほんまファニーいい加減にしとっけよ。ほんま栄養に使うの。芸人さんが機嫌を喋ってたからな、これ申し訳ない本当に。いやいやもうでももうよあの喜んでもうたらよかった。いやいや本当にこれありがとう。あのいいちゃんと大事にするから任せてください。大事にするかってあげたわけちゃうねんや。え何かせ何か形に残せ。クリアファイルに入れようと思ってんねんけど。ね、いらんわそんな。俺のなんか大ここ一番の時にクリアファイルに入れてるやつ。それいらんってそれ。いらんよそれ。何いらんのクリアファイル。話がちゃうやない。いやだから大丈夫大丈夫やから。ちょっと待ってる話ちゃうんや。待ってって。もう面白いねんからメッセンジャー。面白いねんからって若手が言う言葉でしょそれ。メッセンジャー黒田ってもうおもろいねんから心配ならんでって。なんかね、いやまあ嫁も関わってるんでね、ちょっとそう確かに奥さんにね、はい、ちょっとよろしくお伝えください。お願いありがとうございました。わかりました。はい、どうもありがとうね、いつもいつも。頑張ってください。すいません、またお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません。失礼します。失礼します。あー怒ってはったわ。ほんま怒ってはった。ね、黒田くんが T シャツのデザイン書いてくれて、でもう一方、イラストレーターとして活躍。もうこっちが実はね本命なんですよ。島根が生んだ天才ネゴシックス、で先月この番組の大ファンで聞いてるってことも判明して、じゃあちょっとデザインしてよってんだら黒田に言わんでよかったわってなったんですよ。でこのデザインもちょっとこう今目の前にありますから、いい感じでこっちの方がええわってあんまり言われへんけど、ちょっとネゴシックスに電話して聞きましょう。
島根が生んだ天才イラストレーター。もしもし、もし、生存確認テレフォンです。あ、出ます、ネゴシックスです。ありがとう T シャツのデザイン。あ、いいえ。あ、でもちょっと聞いてまして、僕もさっきまで聞いてた。聞いてました、はい。見た、黒田さんのデザイン見てない？見ました。画面に映ってましたんで。なんか東野さんが、うん、わーってなってるやつ。そうそうそう、電話して喋ってるっていう感じのやつで、ネゴちゃんはこのいつものネゴワールドのデザイン、これありがたいよ、ね、なんかキャラみたいな感じ、うん、でまあなんか普段着れるかなっていう。いや、それはそうだって俺も言われがったけど、奥さんに大変ありがたいけど、こんなん自分で着てたらアホやん俺。いや、でも番組の T なんでありだなと。あ、そう。でもなんかネゴちゃんの生存確認テレフォンね、なんかええ感じじゃ。これははい、角あるお化けは俺なの？そうですね、東野さんがこう岩木区の向こうからもくもくと出てきて、はいはい、電話に出てる人を大丈夫かみたいな。あ、だって今書き込みもこれなら買うよ。あ、マジっすか。かわいい、かわいいな、これいいやん、いいやん、これ売れる、これなら欲しい。もう絶対だ、みんな絶対黒田に言うなよ。これ聞いてる人絶対ツイッターとかで絶対黒田に言うなよ。されてます。いや、あいつ朝5時に起きるからもう寝てる、今布団入ってるわ。いや、あ、これ買いたい買いたいって書き込み。本当ですか。いやいや、本当に、いやいや、これの黒バージョンとかさ、はあ、はあ、いや、これはどれもうすぐできるの、パパって簡単に書けんの、ネゴちゃん。いや、そんな、やっぱこうどうしようかなっていうので、うん、そんなんがいいかなって、なんかこうなんか面白くなんかキャラっぽくしたいなっていう。いや、嬉しい。なんやったらこんなやったらあれやけど、生存確認テレフォンっていう字いらんぐらいやわ。いや、ダメそれ。これなかったら、まあ、東丸の電話で黙々っと俺が、はい、その弱ってる芸人さんをお姫様抱っこしてハローって言うてることでしょ。まあまあ、で、いや、でもあった方があるかな。ああ、そう。いや、もうだってこれ、そう、はい、字いらないねってなってるもん。あ、字必要ですよ、向いてるわ。あ、アルファベットにしてとか。ああ、いや、でもどう全然僕はその、いや、売れるやつっていう。いやいや、これは売れす。だからやっぱり結局ネゴちゃんよ。いや、もう今はデザインはいろいろ仕事して、うんこドリルのさ、 CM やったの一部。そうなんです、はい、こんなんもさせてもらって。それは何、もう印税も入ってくんの、はい、あ、その書き下ろし分だけいただいてっていう感じっていうところ。もうじゃあ今芸人の仕事よりもイラストレーターの仕事が多いの？いや、まあ、おー、そうですね、いただけるだけでも。いや、どっちもやりますけど、僕はどっちでもやるぞっていう体制なんですけど。体制やけど、仕事の方はもうなんかそういう、そう、イラストが主に来るの？来ますけど、全然、うん、だからそのスマホのね、はい、そういうネゴちゃんのイラストのあるスマホカバーとかさ、あ、はい、それ売り上げもいいんでしょ？そう、どうでしょうかね。そうですね、なんかいろんな出してもらってるんで、うんうん、いや、いいと思うよ、本当に。今いくつだろう、猫ちゃん。僕43です。エンタ出たのはいくつぐらいなの？28ぐらいですね。なんで、もう15年ぐらい経ちちゃいますね。そうよね。で、別にもう R1 とか もう出てないんでしょ？で、いや、出てましたけどね、ずっと。その30真ん中ぐらいまで出てたんですけど、うん、もう全然なんか通らないっていうか通らないからもうむずいなと思って、もういいって、もうダメ、もういいわってなって、なんかもういい、もういいってなって、で、もう違うもんでいくしかないっていう。で、イラスト得意やからイラスト描き出したり、あと島根県でレギュラー番組もやってたやろ？そうですね、今も現在もやらせていただいて。そうやね。ほんでかまいたちが島根やねんな。そうですね、もうギュンといっちゃいまして。ほんまよね。そうですね、まあなんかこう
声かけていただけるやつをギュンギュンやりたいなと。そうよね、はい、あとケンコバのとご飯食べ、はい、だから昔アラビキ団に出てくれた時は、はい、右肩下がり軍団やったっけ。そうですね、そういう称号をコバさんに与えられましたけど、ケンコバに右肩下がり軍団って言ってネゴシックスと、あと誰やったっけ、ムーディー、で若い、若い、そうですね、若いおさむくんとかみんなで右肩下がり軍団で。いやもう本当ですけど、もう下がってる場合じゃないっていうのはありますんで、はあ、だって別にバイトせんでもいいんでしょ今ネゴくんは。まあまあまあそうですね、こういうのもやらせてもらって、そのイラストとか芸能の仕事もやって、はい、で一人暮らししてるっていうことでしょ。そうですね、なんでなんかこうもっと伸びたらいいなとは思って今回いや伸びたらええなっていうけど、別にネタ考えてるわけでもなくて、はい、なんか急にあのブームになって伸びたらいいなってことでしょ。いやまあそんなあれですけど、でもこ今回のこれとかも、うん、あのだいぶ僕にはだいぶでかいと思う。嘘や、こんな、いやいや生存確認テレフォンがもうほぼ生存確認でけんかもわからんねんから、はい、我々逆にありがたいよ。いやめっちゃ僕気合い入れて全部注いで、えマジで、もうでもや終わりみたいな感じだったんで今日でみたいな。あいやだからそう どうなるか分からへんけど、このネゴちゃんのイラストはどうにかしたいって今気持ちが高ぶってんねん。マジっすか。いやちゃんと言っていただきたい、まあ、黒田さんも のもですけど、まあ、いやもうぜひ。いや黒田のはもう俺自腹でクリアファイル作るから大丈夫やて。10個ぐらいクリアクリアファイル工場動いてくんない。工場動いてくれない。いやそれやっていこうと思うからっていうところでございますから、ま、でネゴちゃんはこのコロナ禍で改めて聞くけど、はいはい、1週間の仕事って言ったら芸人の仕事っていうのはどれぐらいあるの。まあ、2日ぐらいであとイラストをやってみたいなとこですかね。あじゃあ2ぐらいあるっていう、で劇場とか配信とか。そうですね、そういうのとか、あとその地元のとか。ああえそれはもう飛行機乗っていくの島根に。そうです、飛行機で、はい。もう何年もやってんの。もう4年ぐらいになりますね。なんちゅう番組なの。えあ知らないですか、ヤッホーっていう。いや知らないですよ。ヤッホーいや、ヤッホー、知らないですか、ヤッホーって言うんです。いや、知らないですよ。え、そうです、スタジオロケ。スタジオで、お送りしてますね、はい。どういう番組なの、ヤッホーって。なんで、島根鳥取の山陰の、うん、最新情報をもう、お昼にやるっていう感じの。あ、お昼にやるっていう番組、そう4年ぐらいやってるから、はい、ありがたいよね、そういう意味で言うと。いや、めちゃくちゃありがたいです、本当。それでなんか特番とかもあったりもするんで。で実家か、実家ちょっと寄れるし。そうですね、もう、まあ、すぐも近くだしっていうのもあるし、うん、はい、いやだからちょっと頑張ってね、いろいろ耐え、だって全然収まれへんやんコロナが。いやそうですね、ほんで緊急事態宣言も続くみたいな感じやし、いやもうえーってどうするん、どうしようかなと思います。ネゴシックス君の周りの世代の芸人さんとかでもうどうしようとか悩んでる人とかいてるの。あいやいや、なんかタフなのが多いんで、そのまあ久保田とかもそうですけど、あ、はい、山ちゃんとか。山ちゃんもですし、中山浩太も同期なんで、まあ、中山浩太君も俺今ねアベマの見えるっていう配信番組でたまに来てるけど、はいはいはあはあ、もうなんかニット帽みたいなのかぶり出して一切取れへんねん。いやあんなパラパラッパみたいな。なんか本人はもう取ったらもうボロボロなってるから見せれないですって言って。でも東野さん番組に出てるわけですね。そうそうそう、なんかあのいやそのゲスト俺が読んだんじゃなくてあのスタッフさんが読んだっていう感じやから。みんな、うん、頑張ってるから、でもまあね黄金世代やからちょっと猫ちゃんも頑張って。いやもうなんとか、はい、はい、残っていきたいですね、はい、あの久保田くんとかとまた。そうですね、うん、はい、やってください。ありがとうね本当にこれ T シャツ。いやもうぜひともなんとか、はい、
あってほしいです。わかりました。どうも猫ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、さあ猫ちゃんでございました。確かにこのデザインはね、ちょっとなんとか形にしたいし、あのバレないように黒田にね、バレないようにやりたいと思います。さあそして、この方にもちょっとね、シーズン2、今回が最後ですからこの方にも電話しないとちょっとね。久しぶりや、もうこれでしかもう喋れへんもんな。もしもし。もしもし。ジミちゃん。はい。ジミちゃん。はい。東野です。久しぶりです。何してましたか。今あの天然水。え？天然水。え、そのなんでその単語でしか言えへんの。天然水。天然水どうしたの？天然水。あ、ね、冷凍庫から出してるとこ。天然水を冷凍庫から出してた。うん。なんで冷凍庫入れてんの？暑いんか。いやいやいや、別に冷蔵庫で、冷凍庫で、あ、氷にして、氷にして、あの、あれ、あれ、その自分ら脇に挟んだり、あの、うん、あの、股に挟んだり、お股に挟んだり、うん、して、あの、暑さ対策してんの？そう、ほんの、ほんの、あの、だんだんこれ溶けてきたな、みたいな思うわけ。あの股に挟んで溶けてきたなぁ思ったら飲むの汚いな、なんか股の汗の匂い、くっさいくさい。いやだからそんなん自分でシャワー浴びて洗ったらいいじゃないですか。いやいや、それでもすぐなるんやって、今 あのいや汚い手で触ってるからでしょ。いや汚い手でって触ったら汚くなるやん、それはもちろん。いやだから、だから洗ったらいいんですけど、そんな風な、だから要はもう天然水凍らして冷やしてる、そんな毎日送ってるの？はい、そういう毎日ですよ。仕事もせんと？仕事してます。してないでしょう。してます、もうめっちゃくちゃしてます。もう絶対してないです。何してしてます。何してるんですか？来年のコントのネタ考えてるやん。前向きですね。前向き。前向きですよ。あと半年以上あるやつのコントのネタ考えてる。あの1年あると思うけどな、まだ1年。あ、じゃあもうキングオブコントは2回戦で落ちたじゃないですか。いや俺2回戦で落ちる思えんかったんや。ね、前回もしゃべってましたけど。ただでも寛平さんと庄司さん残ってるでしょ。いや、お、僕はあの多分決勝行くと思うね。え、ヤギと羊？多分。寛平さん72歳、庄司さん66歳、ヤギと羊。あ、ヤギ合わせても100何歳かな。どっちがヤギなんですか？あ、どっちがヤギなんかな。寛平師かな。庄司さんかな。で、そのコントはどんなコントやってるんですか？いや、その中身は、あの、まだそオフレコやから言われない。いや、もちろんそうですけど、そう、うん、全部を教えてほしいわけじゃなくて、野球。あ、俺のやつ。いやいや、ジミちゃんのはいいわ。なんでやねん。俺のやったら言えるよ。いや、ヤギと羊だから学園門のコントとか、なんか警察官のコントとか。そんなんじゃないね。そういうなんじゃないね。へえ。そういうなんじゃないね。それはもう1回戦2回戦とかはもうめっちゃ受けてるんですか。もう一番受けてるの違う。ちなみに。ね、ツッコミはどっち？そんなんじゃないの？そんなんじゃない。本当に なんかあ、こんな、あ、こういうことしはんねやというような、もうこういうことしてはんねやっていうことというような、もうへえという。じゃあどのコンビともかぶらないんだ？かぶれへん、かぶれへん、絶対かぶれへん。あ、そう。じゃあこれ決勝だろ、うん、決勝行ったら面白そうよね。いや僕も決勝行くと思ってんねんけどね。でジミーさんは矢野兵道の兵道君とコンビ組んで、即席でね、ユニット組んで2回戦で落選と。
そう、3回戦のネタも考えてたのな。あ、毎回新ネタで、ま、あの僕らは毎回新ネタで、その新ネタ、あのそのネタを下ろさなくても2個作ってたらいいとか、そんな人らもいてるわけ。うん、あ、そうか。え、ちなみにヤギと羊は寛平さんと庄司さんのコントは、うん、毎回違うの、それか同じネタやってるんですか。まあ、違うねん、それが違うねん、多分違うと思うわ、あの違うねん、違うねん、違うと思うわ、うん、うん、あの違うで、普通のコントじゃないんでしょ。違うねん。また楽しみ。あと誰が面白かったです。アルコ&ピース、インポッシブル、ウルトラブギーズ、おいでやすこが、カエル亭、かがや、いろいろね、楽天足、うん、空気階段いますけど、うんうん、ジミーちゃんから見て、うん、誰が面白かった。そしな、そしな来るんちゃう、そしな、あのいや、せいやかわいそうでしょ。霜降り明星ね。あ、霜降り、うん、あ、霜降り面白かったですか。霜降り、いや、もうその狙いが、そのなんていうの、え、もう練って練って練りまくってるもん。練って練って練りまくってます。あ、そうなんや。それは緻密、ものすごい緻密にやってる。霜降り明星やったらやってる。いやいや、違う違う、ふざけてんの。いや、ふざけてない、ふざけてない。そこの反応だけめっちゃ早いですよね。いやいや、もうあの旅されてもう30分しんどいね。あのバスの中もう、そうね、オンエアされへんけど、バスの中でやってるやってるやってる30分しますもんね。30分次の場所着くまでずーっと頭痛いって言ったら言って、もうね、いつもバファリン飲んでますもんね。もう次から俺あの AD 席に座らせてもらおうかな思って。いや、さ、楽しい、せっかくやからね、喋れるの楽しいじゃないですか。やってるやってるばっかりやもんなって、頭痛い。いや、だってもうそう、やってるやってるしかないじゃないですか。いや、別に黙っててもいいや、別に。いやいや、そんな、だってやってるんでしょ。やってるやってる。ほんまにやってるんですか。やったやってる。やっぱやってないでしょ。やってるやってる。いやいやいや、やってないと思いますよ。やってるやってる。なんやねんこれ。そら落ちますよ。いや、あの落ちるって分かったわ。あのやっぱりこんだけになその、いや、その感でもね、まあ、そのでもこれきっかけに毎回ジミーさんは誰か相方見つけてユニット組んで、キングオブコントなのか M1 か分かりませんけど、なんか出たらいいんじゃないですか。いや、出させても、まあ来年ももしそれやらせてもらえんやったら、はい、出たいな思って、今ちょっともう、ね、次のネタをちょっと仕込んで、あ、なるほど、そういう意味で来年のネタはもう考えてるってことですね。うん、もう来年ネタはちょっとこれでいきたいなっていうのを。あ、もうなんとなくプランはあるんですか。まあの警察コントでちょっと行きたいなと。警察コント、どっちが警察なんですか。うん、もちろん僕はもうその優秀な刑事。え、それはジミーさん、ボケツッコミどっち。もちろんツッコミやんか。嘘やほんまやん。ツッコめんの。見たことないですよ。ツッコめるわ。おい、えお前昨日万引きしたやろ。してませんよ。やってんねん。やってるやってる。誰がそんなせい言うてんねん。じゃあこれ突っ込めるやんか。いや、これお前警察なめてんのか。ペロ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 。え、ペロ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 。なに、ペロペロって。いやいや、なめてんのかって言ったからボケなあかんと思って、ペロ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 。誰、お前ペロペロペロってそれカタカナやないかい。いやいや、違う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 ね。何舐めてんねん。ちょっとほらボケ、ほらもうすぐボケたがるやん。いやいやいや、もうあの、いや、そのちゃんと綿密に、もうみんなもう一行一行綿密にやってるもん。すごいことです。すごいと思うわ俺は、やっぱり。ああ、そう。いや、だジミーさんはジミーさんの良さがあると思うから、うん、ちょっと頑張って。あの兵藤くんはどうでした。兵藤くんのボケはめっちゃおもろい。もうあかん、笑うと思うで。笑うと思うたん。あの
ボケ隠しとんねん。あれ俺はな、兵頭君は勝ちたいとかそのないと思うわ、多分。いや、それはあんまないと思いますよ。ジミーさんと俺を、うん、僕を笑かそうと出てきてるみたいなもん。黙ってんねんもん、ボケで。そんなボケする思わへんやん。でもそこはもうジミーさん先輩やねんから、上手に突っ込んだりとかね、いなしながら本筋戻すとか。本筋なんか読もうさんかと俺笑っても手ぶないで。それが原因ちゃいます、あかんかった。まあそれも原因やろなと思ったもう、うん、でもちょっとね、でもね、そういう楽しみが増えたからよかったし、うん、はい。あと絵もまた書き出してるんでしょ。書いてるよ、もう、何？もう年内にあげやなあかんやつあんの、大きい、ね、仕事。大きさどれぐらいのやつ？両手広げて。両、両、両、両手広げて、まともに両手広げてるで、まともに両手広げて、1メーター、うん、1メーターの1メーター80.5、1メーター80ぐらいの横幅のキャンパスに絵を描いてるわけね。うん、ね、そう、で年内にあげなあかんのよ。ね、それテーマがあって描いてるから頑張ってちょっとね、それ儲かんねんから描いてくださいよ。いやいや、もう描いてやで、これ。そうだ。え？そう、描いてやで、そうちゃんと。どうなしたん？あ？急になんかあの何しゃべったか分からへんかった。むにゃむにゃって眠たなったん？もう東野君、うんこだもん。うんこ？じゃあ基本こちゃうわ。どうしたん？どうしたんって、あの焼肉ついてくれへんからなんかちょっと力ある。だからあの非常事態宣言、緊急事態宣言終わったらご飯行きましょうよ。またおごりますから。たまに鑑定来てるやんか。来てるよ。だからもうそのチェックせんでええねんって。はい、わかりました。ちょっともう本当に、はい、うん、はい、あのじゃあちょっと頑張ってね。はい、うん、お願いします。はい、うん、ほんじゃ切るね。もう今から何すんの？やってるやってる。いや違うねって。もうあかん、もう切る。じゃあね。はい、はい、じゃあね、おやすみ。どうも、おやすみなさい。すいません、ちょっとね、途中からジミーさんなんか耳からあの蚊が入ってきたみたいなんで、脳の中ぐにゅ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 飛んでるのか何しちゃったか分かりませんでしたけども、許してください。矢野兵頭くんとのコンビユニットは、兵頭くんがいきなり、まあ、知らんボケをしだして笑ってもらって2回戦で落ちたって言ってるんですけど、後々また電話しますから、兵頭くんにまたこの辺のことを詳しく聞きたいと思います。さあ続いては、あ、山名くん、秋名の山名くん、新婚のちょっとねお祝いも言わなあかんし、ちょっと山名くんね、もしもし、もしもし、生存確認テレフォンです。東野です。お疲れ様です。お疲れ様です。あのおめでとうございます。改めてありがとうございます。7月24日にせやねんっていう関西の番組で結婚を発表した。はい、はい、いやもう全然知らんかったよ。いやそうですね、ほんまにもう誰にもほとんど言ってなかったので。でまた宇都宮真紀ちゃんでしょ。はい、あの偽大食いタレントで有名な。あの仕事欲しいからって言って偽大食いタレントで高年の北海道の番組に呼ばれて、あんま食べへんかって番組盛り下がったでおなじみの。でもなんかあれはずっと弁解はしてました。私時間がいるねんと。あ、そうスピードじゃないねんと、時間さえあればいけんねんと。あ、そうなんですか、はい、で何年前から付き合ってたの？いやほんまに1月ですね。1月の24です。あの入籍するたまたまなんですけど半年前。
あ、それどういうタイミングで、やっぱコロナとかも関係あるの、どういうことなの。12月の末ぐらいに去年の、おう、せやねんのそれこそ番組の前室で、ほうほう、マサさんが、トミーさんが MC なんですけど、ほうほう、その番組、ほう、マサさんが出演者の中で結婚しないのマキちゃんと山名だけやなって言い出しはって、はいはいはい、もうお前らもう付き合えやって言い張ったんですよ。はい、先輩の無茶ぶりな、はい、はいはい、で「マキちゃんどやねん」って聞かれて、うん、でマキさんがまず「あ、全然いいですよ」って言い張ったんですよ。ほうほう、あ、先輩ね、マキちゃんが3年先輩です、はいはい、ほんでその瞬間って一瞬思ったんですけど、あ、山田君、はい、あ、ノリでいいって言い張ったんやというか、なんか変な感情になって一瞬、はいはい、え、次山野どやねんって言われて、ほう、でまあ僕もまあノリで全然いいですよって言うって、おう、ほうほう、そっからずっとえ、いいんかなとか思って、あ、ちょっと意識しだしたんですよ。もうせやねんの本番中も気もそぞろえないけど、いや、はい、あれ何やったんやろあれっていう感じ。そう、そうです。ほう、ほんで、ほんでその後ぐらいに、ほう、僕が年末年始初めておせちを注文したんですよとか言うてたら、マキさんの方から、うん、せやねん終わりに、うん、年末年始おせち食べに行ってもいいかなって言い張ったんですよ。それはどういう感情なの。もしかしたら去年の M1 で落ち込んでるかなとか思って、はい、励まそうとかあったんかな。あの確定なんですけど、それは絶対ないと思います。あの人は。あの人はない、そんな心配りはないと思います。あ、そうなんや。私は、はい、と思うでとかそんなんじゃないねや。はい、絶対ないと思います。ほんでなんでと思って、おうおう、なんで来はんのかなと思いながら、おうおう、ほんでその年末年始おせち食べに来はったんですよ。おうおう、でその時は後輩とかもいて4人ぐらいで、はいはい、全員で食べて、おう、そっからこれから週1で遊ばんって言い張ったんですよ、マキちゃんが。はい、このメンバーで4人で週1で遊ぼって。違います、2人で。ほんでと思って、僕ももう気になってますし、おうおうおう、で2回遊んで、その後、おう、別に何でもなく家でテレビ見たり、ご飯作ってもらったりして、遊んだだけなんですけど、マキちゃんって料理とか作れんねや。マキさん作るんすよ。あ、そうなんや。今は、はい、マキさんって呼んでんの、どう呼んでんの今。マキさんです。あ、まださん付けなんや。はい、ずっとマキさんです。ほんでマキちゃんは何て呼ぶの、山名くんのこと。山名くんです。マキさん、山名くん。はい、ま、あの付き合う前からずっと、ま、変わらずっていうところ。あ、はい、ほんでじゃあ2回ぐらいなんとなく2人で遊んでほんで、山田君が付き合おうかってなったの。違います、マキさんの方から。夜 LINE してる時に、うん、お試しで付き合わんって言い張ったんです。あ、マキちゃんから積極的やな。はい、お試しでって言うとかんとパワハラになると思って、先輩やから。あ、入れたらしいんですけど。そうなんや。じゃあもう、はい、マキちゃんの方が最初山名君のことええなって思ってた感じなんかな。結果同じタイミングっぽいですね。へー、ほんで付き合うことになったけど、はい、マサさんに報告とかはせえへんかったね。もしもお試しやから、すぐ別れるかもわからんし、ややこしなるし、みんな気使う。いやし、もうほんま歩くスピーカーじゃないですけど、マサさんに言ったら終わりやと思ってたんで。そりゃそうよ。はい、ただ心の中ではマサさんはほんまにもう、キューピッドやと思いながら言いたいけど言えないっていう感じで。はい、誰にもバレてないの、その発表まで。誰かに言ったの。もうごく一部ですね。それこそ森田真理子。あ、新喜劇でゴリラのモノマネする人や。はい、そうです。はいはいはい。とハイヒールの桃子さん。
いや、喋りや。いや、でもね、ももこさん、ももこ姉さん誰にも言わなかったんですよ。マッキーさんが一番お世話になってる先輩ということで。ももこさん。で、こっちの山田サイドは誰か言う。山田サイドは、もうほんまに、あれですね。相方。相方。はい。相方と、からしれんこんのいおりってやつがいるんですけど。ああ、知ってる知ってる知ってる。はい。そのいおりが、たまたま MBS の、アナウンサーと結婚してるやん。結婚してるんですよ。だから、まあ、無駄にでかいやつな、いおりくん。そうそうそう、無駄にでかい。ほんで、まだからし色引っ張ってるやつな。まだ、はい、そうです。靴と T シャツだけからし色引っ張ってるやつです。もう本人もいつやめてかわからんけど、とにかくなんか店入ったらからし色あったら一応買ってるやつやろ。はい。でもからしれんこんは食べれないらしい。食べれない。あとちょっと巨人師匠を小バカにしてるやつやろ。そうです。そう、うん、ね、あの二人はそれこそ隠れて付き合ってたんで、どんな風に付き合ってたのかっていうのを聞こうと思って。相方は ABC のアナウンサー、はい、いおりくんは毎日放送のアナウンサー。はい。自分らほんま何やってんねん、ほんまに。あ、それで、あ、デートとかどういうとこ行ってたんとか、そういうのをいろいろ聞いたんや。あ、そうですそうです。どういうとこ行ってんの。でも、結局馴染みのあるお店とかにご飯を食べに行ってたぐらいやって言ってました、当時。あ、でも、僕らは結局その緊急事態宣言とか出てたので、うんうん、そほとんどもう家から出てないですね。あ、じゃあ逆によかったよ。もう毎回山名くんの家にマキちゃんが来、はい、るとかそういうこと。そうです。はい。ほんでプロポーズみたいなのは一応山名くんからすんの。しました。あ、もう絶対してなって言われたんですよ。どの段階で結婚考えたの。もう最初から付き合うってなったら。もう付き合って2ヶ月ぐらいで多分2人でそういう話になりましたね。あ、そうなん。結構すぐなりました。はい。へえ、面白いな。そうです。ほんで6月の頭ぐらいに、はいはい、向こうに言われたんですよ。え、もうほんまちゃんと言ってほしいねんつって。結婚すんのかせえへんのか、それだけはっきりしてくれへんって言われて。きついな、マキちゃん。はい。ほんでもう私はもうほんまにそういう気持ちになってるから、もうなんか、この際から言っといてくれた方がほんま楽なんねんって言われて、うんうんうん、で僕ももちろんそのつもりやったし、うん、あ、全然ほんまにするっつって、うん、え、ほんでこれってもうじゃあプロポーズになるのかなって言って、うん、うん、プロポーズはほなちゃんと別でしっかりしてくれへんかなっつって。厳しいな。改めてしました。改めてっていうところで、へえ、はい、いや、ほんで改めてプロポーズして。そうです。で、今はもう一緒に住んでんの。今は一緒に住んでます。で、写真ワンちゃんもいてるやん。これ保護、はい、保護犬。保護犬です。これは山田くんが飼ってたの、マキちゃんが飼ってたの。僕が去年から飼い出しました。ああ、じゃあもうなんか家族っていう感じなんや。あ、そうですね。幸せすぎ、ほんまに。ちょっとほんまにね、あの東野さん、もうほんまに幸せすぎて話多分全部思わないんですよ。いやいや、やばいです、ほんまに。マキ、え、今家から電話してんの。今家です。マキちゃんいてんの。あ、マキさんいますよ、寝てますよ。じゃあ起こしてよ。あ、起こした。何寝てんねんな。めっちゃ寝てますよ。先輩と山田くん喋ってんねんからさ。起こしてや、ビンタして起こして、パンパンって。マキさん行かして起こしてって。もしもし。もしもし、マキちゃん。あ、おはようございます、東野さん。おはようございます。もう、ね、寝てたやろ。先輩と喋ってんねん、ね、自分の旦那。先輩と仕事してんねん。なんで寝てんねん。すいません、もう夜やか寝てました。夜や、いや、まだ9時やねんから。東野さん、お久しぶりです。いや、久しぶり、いや、分かってるわ。ありがとうございます。何も言ってへんわ。あの、いや、あの時ですよ。あのさ、ありがとうございますって、はい、もう言い慣れすぎて何も言うてんねん。こっちはまだ一言も。いや違いますよ。私が東野さんに俺言ったのは、うん、あの大食いって言って、うん、あの東京のテレビ出してくださってありがとうございますって俺ですよ。いやいや、もうあれで俺の評判が落ちなったわ。
え、どういうことですか？いや、ちょっとよくわかる。いや、わかるでしょ、あなた。小食の子を大食いや言って、我慢して東京連れてきて、食べさせたら、すごいスピードも遅いし、ゲストもイラつくし。あれでしたっけ、串カツを大阪で186本食べて、ですごいって言って東野さんが東京に言ってくれたら、なんか緊張して6本しか食べなかったみたいな。そうやね、めちゃくちゃやねん。高利がえらい迷惑かけて、北海道の番組。そうです、高利さんの時はあのプリンね8個しか食べれなかったんですよ。いや、なんかね、じゃ東京とかその北海道とか飛び越えたらちょっと緊張しちゃうみたいで、大阪やったらいけるんですけど。いやいや、でさっきね、そのマキちゃんの山田くんとの馴れ初めみたいなのも聞いたし、はい、ね、このコロナっていう状況の中で一気に結婚まで行って、もう今はもう幸せでしょ、どうなの？いや、もうそうです、もう本当幸せです、もう奇跡です。結婚できないと思ってたんで、もうこんな近くに結婚してくれる人いんねやと思って、もう万々歳です。山田くんなんてめちゃめちゃ優しいんちゃうの？いや、めっちゃ優しいです、ほんまに。で、今でもマキさんって呼んでんやろ？あ、そうです、はい、そうです。マキさん、山名くんです。山名くんっていう関係だよね。みんなもトミーズのマサさんがちょっと無茶ぶりで言って意識しだしたって山名くんは言ったけど、はい、マキちゃんも？そうです、そうです、私もそうです。なんかあの山名どうやねんって時に、あの山名くんが嫌ですよとか言うと思ってだから、うんうん、私はいいですって言ったんですよ。ほ、うん、んだら山名くん嫌ですよとか言うと、え、僕もいいですよって言った時に、うん、え、キュンってなったんですよ。知らん。なんかキュンってなったね。キュンってなって、そっからなんか、あ、もうこれは一回遊びたいと思ったんです。ね、で一応遊んだらキーも合うし、はい、あ、さらに好きになっていったってことでしょ。そうです、なんかめっちゃ自然で、今までなんか男の人の前やったらめっちゃ緊張したり、なんか彼氏やったら好き好きってなってたんですけど、なんかすっごいずっと友達みたいな感じで、めっちゃ気づいたら肩組んで笑ってるみたいな楽しさやったんです。気づいたら肩組んで笑ってる、はい、ちょいちょい嘘つくからね、ほんまに。いやいや、じゃあほんま、気づいたら肩組んで笑うってなかなかやで。お酒飲んでなかったらそんなないで、あんまり。いや、私たちあるんです、ほんま。もう気づいたらほんま、え、まだ肩組んでるみたいな。いや、俺ね、マキちゃんってね、はい、漫談も俺嘘やと思ってるから、はい、お父さんが仕事とか、はい、なかなかね、はい、働くのが苦手で、はい、ね、なんか、はい、年こいてコンビニで働き出した時に、はい、ソフトクリームが上手に巻けなかったって話、はい、俺あんま嘘やと思ってる、あの漫談。いや、本当なんです。あの本当に、あの教えて、どんな話？はい、お父さんが、もう60超えてからかな、そのフードコートの一番下の地下のなんかいっぱい集まってるとかあるじゃないですか、あるある、さんがあるある、そこの店長を任されて、うん、でなんかそこであのソフトクリームを巻く仕事をしてたんですけど、うん、ソフトクリームの巻き方が下手すぎてバイトにいじめられて辞めたんですよ。で、その後、宮本むなしであのアルバイトしたら、あの朝方にあのホストがいっぱい来るって言って怖いって辞めたんですよ。なんかあの、え、寝てる時もちょっとうなされたの、ソフトクリーム巻くの？あ、そうです、そうです、一生懸命もう本当に練習しまくってたんで、寝てる時もあの突然練習しますって叫んだんです。嘘やろ？本当に、宮本むなしでアルバイトした時も、宮本むなしが覚えられなくて、やっぱその昔の人から宮本って言えば宮本武蔵なんですよ。うん、分かる分かる、うん、宮本武蔵っていうのをそのやっぱ書いて覚えなあかんって言って、うん、100回ぐらい宮本武蔵って書いてたんですけど、うん、100回目に宮本虫って書いてぐちゃぐちゃぐちゃってなってたんです。絶対嘘でした、今の。でも、もう本物なんで、そのぐちゃぐちゃってなった紙も覚えてますもん。え、お父さんはまだあの元気に過ごされてるの？はい、元気にしてます。じゃあ、 あの、はい、結婚の報告も行ったの？行きました。ほんで、うんうん、あのなんか、だからこんなも年いってんのにもらってもらったわけじゃないですか。ほんでなんかお母さんがあのほら山田さんに何か言うことあるとか言ったら、ないって言ってました。元気に
はい、元気に。何にもない。向こうの山名さんの家には行ったの？マキちゃん。行きました。山名さんの家にはもう付き合ってすぐ行きました。報告？それはなんか結婚の報告じゃなくて、なんか遊びに行くみたいな感じで行きました。うん、あ、じゃあ優しいんだ、向こうの家族も。めっちゃ優しかったです。で、今日も何？家でご飯とか作ってんの？マキちゃん。今から作ります。寝てしまったんで。遅ない？遅いですね。でもいつもね遅いんですよ、うち結構。ちょっと待って、今ちょっと主婦してましたね。うち遅いんですってうちって言うてんの。いや、そうですね、まあ、今の、まあ、うちいいでしょ、別に。別にいいでしょ。いや、ええと思う。ちなみに今日の夜ご飯のメニューなんですか？今日は、いろんな野菜を詰め込んだ鍋です。鍋する、なんか、はい、関西の吉本芸人って感じですよね。はい、もう何でも詰め込んでたらいいので鍋にします。わかりました。ちょっと山名君に代わって、はいはい、すいません、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。帰ります。失礼します。はい、山名君。もしもし。いやいやいや、なんかマキちゃんも楽しそうやわ。はい、ちょっと思いのほかこれね喋りすぎちゃいます。うんうん、いやいやいや、そうしょうがないよ。だってただマキちゃんの嘘漫談には気をつけてな、ほんまに。嘘漫談？俺あれ嘘やと思うね。お父さんの話とか、はい、宮本むなしの話とか、なんか、はい、眉唾もんやなっていつも思う。思ってんねんな。それは僕まだ聞いてなかったですわ。あ、今度ちょっと今日鍋みたいなから鍋食べながらそのマキちゃんの漫談聞いて、はい、どうやら、はいはい、怪しいから。はい、ただなんかすごく狭い家で、うん、え今暮らしはったんですって昔。あ、そう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 、マキちゃんね、はい、だからもう川の字になって寝るからもうビターンとも何、うん、ひっついて寝る、はい、ひっついて、だから寝返り打つ習性がないねんって言ってたんですよ。うんうん、今一緒に暮らしてらっしゃるんですけど、うんうん、寝返り打ちまくってますね。でしょ、そうなのよ、はい、マキちゃんって平気で嘘つくね。受けるためには平気で嘘つくね。本当に。いや、でもちょっと本当におめでとうございます。またちょっとお祝いも渡したいんで、また共演できたら。ありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます。マキちゃんにもよろしくお伝えください。わ、はい、かりました。どうもありがとう。はい、ありがとうございます。はい、どうも失礼します。はい、失礼します。失礼します。いやー、キーナの山名くんでございました。本当になんか幸せそうな感じで良かったなと思ってますけれどもね。ってなってくるとやっぱり、バツイチ、再婚芸人といえば陣内くんですから、ちょっと陣内くんにね、電話つないでちょっとね、バツイチになった時の気持ちとかもちょっとね聞きたいと思います。山田くんだけじゃちょっとね、皆さんもちょっとこそばいいでしょ。陣内さんの話聞いてさ。ただいま電話に出ることができません。おかん無理や、陣内さん。陣内さん、おかん無理や。出ることができます。できないんですって、陣内さん。どうしたんやろうな。赤ちゃんの面倒見てんのかな。どうしてんねやろうな。もう一回電話するか、それか違うとこ一回。もう川端さん、すいません皆さん、陣内さんの声聞きたい方は申し訳ございません。新喜劇の座長川端さんに電話したいと思います。あ、陣内来た、ごめんなさい。もしもし。もしもし。あ、ごめんごめん陣内。あ、すいません兄さん。生存確認テレフォンでございます。お久しぶりです。今何してた？今打ち合わせしてました。あ、仕事。そっかそっか。いや、でも、はい、大丈夫？コロナもう。いや、そうですよ。僕兄さんと会ったのはテレ東の番組の後なんで。あの後、あの後ですよ。あの後になったんですよ。なんかそのなんとなくこう、あれ、あの辺が怪しかったなとか、そんなわかんの？全く分かれへんの？いや、これね、僕ね、7月の29に陽性反応が出たんですけど、ほうほうほう、7月の26ですかね、の月曜日に、うんうん、名古屋の番組行かないとダメなんで、うん、県をまたぐんで、うん、PCR 検査をしたんですよ、月曜日に。なるほどなるほど、はいはいはい。で、28日に陰性って出たんですよ。うんうん、で、あ、よかった陰性やな、やっぱりなと思った次の日に、はい、朝方なんか37度4分とか出て、あれってなって、あれ、あれ
でも俺昨日陰性やったしな、でもロケがあったんで、うん、あロケちょっと大丈夫マネージャーみたいなことで言って、でもまあ俺絶対陽性じゃないと思ってたんで、一応休ませてもらって、でも一応 PCR 検査あのその日に出る、その日に出る PCR 検査をしたらその日の夕方に陽性ですって言われたんで、いやこれいつなんやろっていうのが分からんって感じよね。分からん。これでもねちょっとでマネージャー陽性ってなったら、やっぱさっきみたいに兄さんにこの日何されてましたって聞かれるんですよ。おうおうおう、あ大丈夫マネ大丈夫いやだからそこなんですよ。大丈夫、僕マネージャーは僕のスケジュール分かってるじゃないですか。で大体ね木曜日が陽性やった場合、おそらく金土日、その前の週の金土日で多分何かしらもらってるらしいんですよ。おうおう、でも金土日僕全部仕事で、あの家に帰ったよって言ったんですけど、これほんまに、でもマネージャー女の子のマネージャーなんですけど、あの本当に私だけに言ってくださいって言うんですよ。いやいや誰にも言いませんから。誰ジェニーさん、あのこれはもう本当に誰にも言わないんで、あ本当に私だけには正直なことを教えてもらっていいですか、あのこの仕事終わった後どうされました、いやいやあのいや俺家帰ったよ、いやあの本当に本当にジェニーさん、あのもう分かってますから、あの上からも言われてるんで、言われてるんで、誰にも言いませんから、誰にも言いません、これはもう上には言えないんで、一応あの、はい、あの家帰る前にどこ寄りました、どなたこと終わりましたかみたいな、いや会ってない会ってないよ、じゃ あの土曜日この時間終わってますよね、うん、これ終わってからんで帰ったよって言って、あのすいませんこれ本当に誰にも言わないんで、ちょどあのどなで女の子立ってませんもうめんどくさなってんねや、めんどくさなってだけど女性立ったりしてませんよ言われて、いやそこほんまなかったんで、めちゃめちゃ疑われてましたね。奥さんと子供と離れて生活せなあかんや、はいはい、そうなんですよ。僕はねちょっとまあ良かったのは、その今年になって近くでちょっとちっちゃい事務所を借りたんですよ。出た YouTube と、いや打ち合わせとか、今ほら今兄さんコロナで打ち合わせもできないですけど、打ち合わせ場所もないじゃないですか。いやいやいや、ちょっと待って、みんなもクスクス、スタッフもクスクス笑い出して、えなんでですか、いや局、いやなんとなく俺ら局とかでやったりとか、あのああでもそれは打ち合わせって、あの局の番組なら局で打ち合わせできますけど、そうかそうかそうか、僕の場合は YouTube とかのネタの打ち合わせとかネタ作りとか、オッケー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 、これはなんか奥さん聞いてんねんな、オッケーオッケー任しとけ。いや奥さん聞いてます、いや知ってます聞いてます知ってますから、奥さんも公認の事務所です、あを借りたんですよ。仕事部 YouTube のスタジオのために部屋借りたとか、ネタ作りとか、そのネタ作りの打ち合わせとかで、今じゃあ普通に局で お湯は出えへんねんな。お湯はねでもね、この間出るようにしたんですよ一応ね、一応出るようにします、一応出るようにしてるんですか、一応なんか泊まることもあるかもしれないあだからそこであの寝泊まりしたらええ感じなんや。いやだからもともとはそんなつもりじゃなかったから、本当にあのお風呂も入ったことなかったんですけど、うん、その陽性って言われた時にたもう僕はすぐもう荷物まとめて、もう自宅療養なら移してしまう可能性が大じゃないですか。そう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 、うん、そうそう、だから僕はもうそのままごめん、あじゃあ分かった、ちょっと事務所行くわって、事務所でもともと寝泊まりの環境じゃなかったんで、全くあの泊まる施設もないまま、うん、ソファーだけで寝たりとか。怪我の巧妙って言ってええんかな、違うんかこれは、いや言い方おかしいでしょ、怪我の巧妙ではないです、巧妙じゃないよな、巧妙ではないですけど、そのまま事務所行って寝泊まりして、その間になんか簡易的なマットとかをちょっと送ってもらったりとかして、あそうか、アマゾンや奥さんに送ってもらったりとか、あの、はい、玄関の前置いててとか、そうですそうです、あそうか、じゃあよかったやん。いやでも本当そうなんだから、僕一番良かったのはマネージャーとか僕の周りのスタイリストさんとか、うん、家族とかあの共演者とかにが全て大丈夫やったんで、うん、だって奥さんにも迷惑かかるやん、万が一かかってたらさ、フジテレビ系のさ、そうですアナウンス室とかさ、そうですよ、でもね、うん、
で、 でも目をかけもやっぱり濃厚接触者に当たったんで、奥さんも娘も、だからやっぱ僕は1週間ちょっとで終わるんですよね、あのコロナが消えるんですけど、やっぱり濃厚接触者の人は2週間出たらダメなんですよ。ああそうなんや。だからあのコロナ感染した人より濃厚接触者の方が実はあの大変というか、おかしな話やな。そうなんですよ。熱とかはずっと続くの？それきついとか味せえへんとかいろいろ言うけど。いや、はい、だから初日 の、 その陽性ですって言われても僕は嘘やと思ったんですよ。そんな別に感染したルートもわからないし、もう一回あの受けさせてくれって言ったんですよ。間違ってるやろそれって。すぐ切れるもんな陣内。いやそうや、切れてはないですよ。その時は切れてはないけど、ちょっとおかしいんちゃう、おかしいんちゃうか言うて、合ってるみたいな、うんうん、もう一回させてほしいみたいなこと言うたんですけど、うん、なんかもう一回してもなんか時間がかかるだけなんでって言ってたその日の夜に、なんかあれ熱出てきたなみたいな、はあれこれってよく言われてるあの陽性反応の人の感じやなみたいなのがあったんですよ、はいはい。で咳もちょこちょこ出てきたなとか。でもね、はあ、でもそのやっぱりね芸人も結構ね感染した人いるじゃないですか。多いよ芸能界ほんまにいろんな人で、その人が後輩とかやっぱ結構やっぱ LINE をくれたんですよ。みんな大丈夫ですかとか、あの一応僕がネットニュースで陣内感染って言った時に、あのやっぱり経験者からバーって LINE が来て、僕はこうでした、僕はこうでしたっていうのがみんな4日であの熱は下がりますんで安心してくださいみたいな、はい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 、4日5日でピタッと止まるんで、陣内さん今は大変でしょうけど安心してくださいみたいなのがもうほぼ芸人の感染経験者から来たんで、はい、うん、ありがとうそうなんやって言ってたんですけど、5日過ぎようが僕の場合は6日になっても1週間だっても熱が上がる一方で、マジでもう駆動とか駆動2分みたいな、これちょっとみんなが言うてるのと全然俺ちゃうぞみたいになったんですよ。デルタもちろん。なんなんだろう。多分でもそうやと思います。多分今はデルタなんですかね。ほんで味覚ももちろんピタッとなくなりましたし。あ、ほんまになくなるの？いやもうね、なんかやっぱりコロナの陽性でもう休んでるじゃないですか、うん。ってなったらなんか食べるもんだけええもん食べたくなるんですよね。知らんけど。ええもん食べたらなんだよ。で食べあの食欲はないんですけど、まあ、栄養つけなあかんっていうから、おうおう、うなぎ食べよう思って。はい、んでちょっとあのマネージャーに連絡して、ちょっとこのここのええうなぎ買ってきてほしい言うて。2人前ですかって言ってなかった、その女のマネージャー。なんでおんねんそこに。2人前ですか。陽性や言うて。なんでおんねんそこに。はいはいはい。ほんで買ってきてもらって食べたんですけど、あのうなぎがもう、うん、ななこれ何食うてんねんみたいな。あ、ほんまに俺さ経験ないから味が、ね、全くないです。でそこでやっぱ焦るんですよね。これあ思う思う、やっぱ後遺症ってあるじゃないですか、うん、あの皆さんね、大丈夫かなって、今後大丈夫かなとか思うよね。いやそうですね、それが一番、まあ、僕はあの一番幸いにも戻ったんですけど、はいはいはい、やっぱね味覚嗅覚がなくなるとか、いわゆるそういうのが、いやいや、だからだって仕事もたくさんやってるからさ迷惑かかるやん。あとレギ、はい、あのゲストとかレギュラーとかも穴開くしさ、はい、で代役の人にもちょっと一言言わなあかんしさみたいなのもあるやん。そうなんです。ほんでさっきちょっと聞いてみますけど、黒田さん出てあったじゃないですか、うんうんうん、黒田さんがねめちゃめちゃメールくれたんですよ。いやもうほら絶対もうおかしいな最近あいつ。いやいやここぞとばかりに大丈夫かとか、なんかあったら言ってくれよとか、なんかあったら言うてくれよっていう感じに思ったんですよ。うん、そうやね、なんかいやめっちゃ黒田さんメールくるやん思って、いやでもありがたいんですけど、陣内大丈夫かでね、その名古屋のもともと名古屋の仕事っていうのが黒田さんと一緒やったんです。ああそうなんや。で久しぶりに会うから会いたかったわとか、なんかあったら言ってくれよって言うけど、いや、あんたに言うてもみたいなこと。いやでもね、ほんとね、優しい黒田さんと思ったんですよ。あ、じゃあ今、ホトちゃんにもなんかあったらお疲れ様でした。
なかったら言ってくださいとかなんか分からんけど陣内にもなんかあいつだって今ずっと淡路で漁師みたいな生活してるからいやでも黒郎さんいや僕ね今回ねやっぱり、うん、あの感染して嫌な思いしたんですけど嫌なしんどい思いしたんですけど、うんうんうん、一番良かったのは、うん、いろんな人からの、うん、この LINE メールで、うん、もちろんその後輩もそうですしその芸能界あの僕が連絡先知ってる人で一、うん、回も LINE とかメールしたことない人からも、うん、大丈夫ですかとかみんな優しいねんなそうなんですよそれが一番でもその中で一個だけめっちゃ腹立ったのが何何月亭方正さんがほうほうほうちゃんあのつむつむ招待してきたんですよいやでねこれボケや思ったんですよあの月方正さんからつむつむとつむつむで遊びませんかみたいなで来たんですよ僕がもう完全にあの陽性で、うん、もうネットニュースもなって陣内そうそうあのコロナって言ってる時にみんなが大丈夫ですかって言って僕ボケできたと思うんですよ、うん、つむつむ の, あの遊びませんか、うんうんうん、みたいな分かる分かるおもろいボケしよるなって思ったら、うん、次すぐポーンって LINE で、うん、ごめん子供が勝手にやったから申し訳ないって来たんですよなんやそれと思ってなんか子供お子さん子供が多分分かる分かるなんか押したんでしょうね、うん、押したと思ういやせやしもうそれやったらもうボケにしたらええやん、まあ、ボケにしてくれていいですか、うん、これでも遊んでやこれで遊んでゆっくりしやとか、うん、遊ぶかとかいうツッコミがあって終わりでええやんでしょなんかその後にごめん子供が勝手にしたから申し訳ございませんみたいななんかすごいなんか丁寧なライン来たんですよ、うん、初めて僕既読スルーしましたじゃあね、あいつも話かなってからもね、長唄習ったり三味線やったりとか、はい、もうすぐにはもうね、はい、超真面目な人間になってんのよ。いやだあれボケや、僕この間あったんですけど聞けなかったんですよ。うん、あれボケやったの、僕も LINE 返してへんし。いやいやもう全然もうボケでもないよ。ほんまに貧困法制の法制やから、もうほんまに、ね、今ほんまそんなモードなってんのよ。いやだからこれ唯一何やったんやこの LINE みたいなのがあったんですけど申し訳ないでもまあまあでもいろんな人が心配したりとかして今まあもう仕事も復帰して忙しくやって、はい、そうですねだって今もうだって、週刊誌では再ブレイクと伝えられていて第7世代ら若手が台頭する中まとめ役としてポジションを任されることも多いっていうふうに紹介されてるんでそんなふうに言ってくれてるんですかいやだってもうこの間フットボールアワーの後藤も仕事で共演した時にそういうなんかいろいろ自分の中で、はい相談相手とかライバルとか、はい、苦手なこととかいろいろある中でやっぱり失礼やけど陣内さんはやっぱすごいと思うしってマジですかそんな言ってくれてるんですか嬉しいのなんかね飛行機で昔陣内さんと僕が座ってて前の席にとある先輩芸人がいててその先輩芸人がすごい小さい声で小声でいろいろああだこうだ喋るって言って、まあ、先輩やからはい、ちょっと寝ようと思ってたけども寝られへんし一応聞いとかなあかんなと思ってパッて陣内さん見たら先輩が話してんのに帽子を、深くかぶって足組んで寝だしたって言っていやダメじゃないですかそれからいやそれぐらいそういう人じゃないとあの仕切りっていう仕事はでけへんとバシッて先輩だろうがバシッて寝るときは寝るみたいなこういう人がやっぱ仕切っていくんだなって僕思ったんですよって言って言ってたよいやそれ言うたら東野さん僕がしたら東野さんですよいやそれはそんなことないよいや僕見つ覚えあのやっぱこの人やっぱ頭おかしいな思ったのは行列で当時新助さんがちょっと、まあ、引退される前ですよでめちゃめちゃ行列視聴率すごい時あったじゃないですか、あった20超えて、うん、で新助さんがちょっとなんか後ろ上起こされて、うん、ちょっとお休みになった時期にあったあった東野さんが代役で MC やったでしょ、うん、あったでしょ、うん、あの麹町の時です、うんうん、でもうこれすごいなって東野さんうわどうされてんやろというかどんな感じで今待っては本番前迎えてんやろと思って、うん、僕楽屋に挨拶行ったら、うんゴロン寝転んで僕の方にケツほんまブリーン出してケツ書いてたんですよいや俺この人頭おかしいと思ったんですよいやおかしいじゃないよいや覚えてないし覚えてます僕は寝転んで生放送の1時間は覚えてるよいやだからそうです生放送です生放送です
そうそう、の前で東野さんはもう普通になんかテレビボー見ながら、うん、だから僕がガシャって開けたら僕の方にケツ見せてるんでテレビ見てるんですよ、うん、で寝転びながらバーケツ書いてるんですよ普通に、うん、ほんで兄さんお願いしますって言ったらあーって言うてなんかもうなんかなんていうかねこれ俺別に失敗しても俺のせいちゃうでみたいなまあまあフラットな感じよね多分いやあれはこの人僕やったら多分ねもうすごい台本読んでると思ういやそんなことないやいやいやお前もそんなことないっちゅうねいやそういやそうですって兄さんやっぱりだからそういうことですねやっぱ頭おかしいなっていういやそれはまあまあまあそれはみんな芸能界行ってる人は全員頭おかしいからないや東野さん頭おかしいです一番いやゴルフいや僕思ったのは一回ねゴルフ何回も行かせてもらうじゃないですかうん行ってる行ってるでまずなんか車がまず頭おかしい車乗ってるじゃないこれ説明しづらいけど、うん、そうそうそう四角い、何やねんこの車っていう見たこともないで あれかなダッチバンかななんかね、うん、しかもそのやっぱ芸能人でちょっと後ろスモークが、うん、ちょっと張りたがるじゃないですか、はいうんうんうん、でも兄さんの車全くもう何もう 丸見えのやつで、うんうん、ほんでゴルフ終わって、うん僕も車で兄さんも車で帰る時一緒にゴルフしたんですよ、うん、楽しく、うん、でほなな言って兄さんが先に車バーって行かれて、うん、で僕が後から行って高速が混んだらやっぱり隣になったりするじゃないですかなるなるなるなったんですよ僕は、うんうんうん、兄さん隣に、うんうん、ほんでやっぱり僕がこう挨拶をしたいし見るじゃないですか兄さんの方で絶対普通も見るでしょ兄さん見る見る俺はもうなんかアンドロイドが乗ってるかのような違うよ違うわいやなんやろなんやろもう無表情のままいやそらこっち見るやろるからもう表情止まってずっと止まってんすよいやわこの人頭おかしいなみたいなもうなんか感情のないアンドロイドいや違う違う違う近未来やないねんて全然で車もなんかもう奇妙な失格い奇妙じゃないお前口悪いっしょだからもうしきり向いてんねんていやいやそんなことないです気持ち乗ってはるなみたいないや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 もう安心しました電話つないでいやいやすみませんもうちなみに今日は仕事部屋あ今はい打ち合わせしてたんで今から帰るとこです、ま、謎の打ち合わせ謎の打ち合わせそんな静かにちょっと静かにしといてやるじゃないはっきり言いますけど、はい、聞いてる方に芸能人そんな打ち合わせしてないですよしてんねんしてんねん今日はしてたんそんな時間なんかいや兄さん YouTube いや YouTube の今後どんな企画するとかっていう打ち合わせをしてたいやいやそんなもん自分の頭の中で決めたらいいだけやから別に家帰ったらええねんていや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 そうですけどいやそほんまに違うですよちょっとお前黙っとけようじゃないんですよちょっとツンツン20分ぐらいちょっとツンツンしてんちゃうの電話しながら何してんねんなしてるわけないいや大したもんでしょそれやったらいや俺はもうあの吉本の最後の石田純一はお前やと思ってんねんいや言いづらいわコロナ禍でも遊んでるしあの人あの人日々お酒飲んでるイメージあるから日々お酒飲んでますし、はい、いやいやごめんごめんありがとうねすいませんいやすいませんわざわざあるでもまたちょっと緊急事態宣言開けたらゴルフでもお願いしますいやぜひお願いしますすいませんはいお疲れでしたはいありがとうございました失礼しますはいどうもあ面白かった絶対なんか怪しいねだからもしもね業界関係だから芸人さんの奥さんが万が一聞いてたら言いますけどそんな打ち合わせしませんし仕事部屋いらないです何にもほんまにおかしない仕事部屋なんておかしいなさあそれではいきましょう新劇の座長川端さんちょっとね久しぶりやなギター弾くんですよ川端さんギターギターもしもしあ東野です生存確認テレフォンです生きております川端ですよかったでも座長やから、月1回2回は新喜劇 NGK とか京都とか出てるのそうですそうです NGK1 回に祇園1回あと地方公演とかですねあもう地方公演もちゃんと今もやってんねや
今だいぶ復活してきました。ああ、じゃあよかったやん、もう。そうですね。はい、新喜劇のね、女優さんがみんな結婚ラッシュ？そうな、盛りついとるんですよ、最近。いや、そんな言い方、だって触られへんなって寂しいん違うの、川端さんは。そんな触ってないですよ、やめてください。だってあの、なんかおっぱい触らせたらあの役つけるでみたいなことやってるんでしょ。最後の役者でしょ、川端さんは。アホなこと言わんといてください。え、違うんかいな。アホなこと言わんといて、ちゃんと正当な目で見てますよ、本当に。ほんまに、なんか客前で後ろからお尻、言われへん時にお尻触ったりとかしてんちゃうの。いや、それはあの桑原師匠です。今は男やって言うてる時の桑原さんと変われへんちゃうの。そうです。いや、もうそれは桑原師匠でもう終わりです。もう終わりなんです、はい、ちゃんとしてるんですね。よかったよかった。いや、そういう気持ちもね、なきにしもあるんですけど、小籔君という怖い警察がいてますんで。怒られるやろ。むちゃくちゃ怒られますからね、そんなことしたら。え、でもその触りたいっていう気持ちはあんの。いや、そらやっぱ僕も独身男性ですから。うん、はい。そんなこと思う。マキちゃんとか結婚したけど、もうびっくりした。びっくりしましたね。まあ相手もびっくりしましたけどね。うん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 。マキちゃんはもう結婚はせえへんやろなと思ってたんですけど。うん、そういうふうに。ほんまに今さっき山名君と電話つないでマキちゃんと喋ったけど、上機嫌、はい、上機嫌やったで。いや、そうでしょう。なんかね、あの聞いてないことまでめっちゃ喋ってくるんですよ、マキちゃんは。え、どんなこと？なんかあの、初めて結ばれたんが山名君の実家やったとか。聞いてないんですか？聞いてないのに、聞いてくださいよ、はい、川端さん、座長聞いてくださいよって言ってくるの？そうなんですよ。どういうつもりなんかなと思って。いや、それはだから、あの人に言いたいに違うの、嬉しくて。いやー、そうなんでしょうね、やっぱりね。うん、でも川端座長もプライベートでいいこともあるんでしょ。いやー、プライベートではほんま何もええことないっすね。でも夜な夜 なんか好きな女の子の前でギター弾いてるんじゃないんですか。はい、いや、そんなことないですよ。あれ、前マルコポロイでギターで何弾いてくれましたっけ。マリーゴールドを弾かせていただきました。ちょっと聞かせてくださいよ。いいですか。はい、マリーゴールド。じゃあ、あの聞かせて。ちょうどね、今の YouTube の撮影をしたところ。ああ、ええやんええやんええやん。はい、ちょっ ギター横あんの今。まあちょうどあります。ちょうどありますか。じゃあちょっとね、特別ですよ、皆さん、聞いてる皆さん、はい、川端座長のですね、マリーゴールド弾いてください。どうぞ。いらっしゃいます。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎ。あ、ごめん、しもた。あ、じゃあ、あれ、消えてもた。接触が悪かった。ちょっと、接触悪かった。ごめん、ちょっと、電話して。あら、しもた、消えてもた。ごめんなさい。ほんまに、弾いてんだよ。もしもし。ごめん、ちょっと接触悪くて切れてもうた。さすが座長、強いですね。へこたれへんな。もう一回電話してみよう。強いわ、座長は、ほんま。もしもし。麦は負けた、負けた。もう聞いてください、負けました。熱唱やん。誰がこんな聞きたいねん。あいみょんで聞かせろ。あいみょんがいい。うまなってるやん、座長。はいはい、めちゃめちゃうまなってるやん。マジですか、ありがとうございます。前回はちょっとなんかね、大阪の番組、テレビ番組でやってもらった時はちょっとなんかね、はい、なんか怪しい感じだったけど、今聞いたら完璧やん。ありがとうございます。いや、こんなじっくり聞いていただけるなんて、ほんまに。いや、聞いてないよ、何回も消したわ。え、マジですか。マジやわ。
一回消してまたつけたら歌ってでまた消してでまた電話したらまた歌っていい感じでサビのところに組んでんって不思議と幸せじゃないですか本当に。いやありがとうございますほんまに。いやだから本当にそういう意味で言うと、うん、コロナ禍だけど、はい、仕事の方が少しずつ順調にいってるってこと。そうですね、お客さんがまだね、100% じゃないんでちょっと寂しいんですけど。一番少ない時何人やったん。一番少ない時ね、朝来た時に今日7人ですって言われました。舞台に何人いてたん。舞台は15人ぐらいですかね、新喜劇は。客7人の前でやるってどんな感じ。いや、だからちょっとね、稽古の時にスタッフさんが座ってはるみたいな感じで、おうおう、あんな感じで、はい、割とみんなホームな感じでやらせていただきます。そうやね、7人の人からするとなんか貴重な経験っていうか、はい、お逆になんかラッキーみたいな感じよね。ほんで7人ぐらいとかの方がね、ものすごくね、いいお客さんなんですよ。そうそう、なんか受け入れるのよね、面白がって。そうなんですよね。だから割といつもやらんようなネタとかちょっとやったりとかも。へえ、ちょっとそれは貴重な、はい、7人の人にからすると嬉しい新喜劇ですもんね。割と、はい、はい、さあそんな川端座長ですけれども、はい、なんともう30周年あ、新喜劇入って30周年になりまして。すごいね。もう入った時はね、東野さんとか座長やられてて。そう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 、だから俺が22とか3とか4とかちゃうの。そうですそうですそうです。そうでしょ。で入った週が今田さんの週で、はいはい、で次の週が東野さんの週に出していただいた。そう、で30年いててもずっと、はい、健康というか、はい、だいたい新喜劇の人って不健康やみんな。めちゃくちゃそんなイメージあんの俺。確かにそういうとこありますね。だから要は運動もせえへんし、要は昼過ぎに来て、はい、で芝居ちょっとやって終わったら出前注文して食べて、スポーツ新聞読んで、そのスポーツ新聞を掛け布団にして寝て、で夕方目覚めて、また化粧メイクして、で舞台上がって、で終わったら着替えて夜の街に行くっていうルーティンや。そうそうですね、簡単に言うとそんな感じですけどね。だから大体みんな体壊すのイメージあんねんけど、はい、30年やってもなんかまだ肉付きもいいし元気そうやから何よりやなと思って。ありがとうございます。で、はい、はい、言って言って。はい、コロナの時にね、うん、しばらくずっと劇場休みやった時に、うん、みんな太ったりしてたんですけど、うんうん、僕そこでむちゃくちゃ元気になりましてね。あ、体調良くなったんや。ほんで血液検査、3ヶ月に1回行ってるんですけど、行ったらもう何十年ぶりかに正常値になったぐらい。あ、もう何にも悪いとこない。そうですそうです。でも、偉いもんやな。でも一人暮らしでさ、彼女とかいてるの。はい、いや、それがいてないんですよね。一人暮らしでコロナで、もう50過ぎのおっさん何してんの家で。いや、だから外に食べに行かれへんからね、うん、家でクックパッドとか見てスーパーへ行って買い物して料理作ったりとか。料理作るっていうことや、はい、あ、そうか。じゃあそれで結果、はい、外食せんと飲み過ぎなかって、はい、血液検査も問題ないと、はい、問題なくなりました。いや、だからやっぱ健康が、最終的には健康が一番になってくるよね。いや、そうですよね。諸先輩方を見てるとね。そう、もうみんなね、新喜劇の大先輩はね、言葉悪いけど、はい、アル中なったりとか、借金、ギャンブルで借金で飛んだりとか、みんな末路が哀れなのよね。なんかイメージが西日のきついアパートで一人死んでいくみたいなイメージあんのよ。どんなイメージ持ってあるんですか。いや、だから最後まで幸せになってほしいのよ。ありがとうございます。で、それの、今回その30周年を記念して、なんと、はい、難波グランド花月で9月の10日の金曜日、はい、30周年記念公演があると。ありがとう、宣伝ありがとうございます。そうなんです。チケットももう売れてるでしょ。いや、そうですね、もうあとちょっとというような
だって、新喜劇の大先輩とかいろんな座長、はい、座員全員がお祝いしてくれる、はい、でなおかつ、はい、小籔、スッチ、酒井愛ちゃん、はい、でなおかつ新喜劇じゃないナインティナイン、花丸大吉、はい、ヘビイチゴホッシャン、はい、宮川大輔、はい、チュッパチャップスね、はい、で矢野兵道、杉岡みどり、もう同期も、はい、これ全員同期、そうです、うわすごい、残ってる全員あの同期にね、一応全員声かけさせていただいて、みんなが出るよ出るよっていう、はい、まだこれ運がええことにね、うん、あのみんなスケジュールがいけまして、みんな無理してくれたんちゃう、いやーほんとね、みんなエストばっかりなんでね、うん、助かりましたほんまに、いやいや、だからこれ30周年 大きく盛り上がったら、来その次の年、はい、来年30プラス1やったら、いやいやちょっと待って、いや毎年やっていったらええんちゃうの、やりたいですけど、どんどん人数が減っていったらね、ちょっと、いやそれはもう歯抜けなるよなる、いやなる前提やめてください、なるけど、なんとかみんなに出てもらってさ、前向きに出てもらってやったらええんちゃうの、いやそうですね、だってやることないでしょ、ほんまに一人暮らしで、はい、だから毎年そんな作ってやっていって盛り上げていったらええん違う、いやそうですね、ほんでまあね、35周年ぐらい東野さん出ていただいて、絶対嫌や、なんでですの、なんでですの、香港さんが出てくれたら考えるわいや香港さんは出ていただきたいんですけどね、香港さんは川端のこと好きやもんな、いや ありがたいですね、よう楽屋にもね、うん、遊びに来てくれはるんですよそうやんな、いやだから、はい、みんなに好かれてるからさ、ちょっと川端座長頑張っていただいて、いやありがとうございます、ちなみに今日は今からもう10時ですけど何するんですか、今からもうちょっとだけ YouTube の撮影をして、もう何を撮ることあんの、もうないやん、いやそんなことない、あのリクエストが行さん来るんですよ、何のリクエスト、歌のねリクエストが、えちなみに一番多いリクエストは何なの、いやあのもうその時その時によって違うんですけど、はい、今結構来てるのが時期的に、うん、あのミスチルさんの花火とか、ちょっと待って、川端さんミスチルさんの花火弾けるの、はい、歌えるの、いけます、もう今から行く、撮ろうかぐらいの、じゃあもうちょっと最後ですから、ちょっとねこの生存確認テレフォン聞いてる方、うん、最後は川端座長のミスターチルドレンの花火を聞いてお別れしましょう、座長とは、それじゃあ座長お願いします、お願いします、はい、どれくらい、ありがとうございました、座長でございましたさあそれでは次行きましょう、ありがとうのアミさん、怪談芸人のアミさんでございます、稲川淳二さんにも認められている怪談芸人、ちょっと怖い話聞いてみたいですね、俺会ったことあるんですよ多分、アミさんってね、アミさん、はい、あ、おはようございます、アミさんですか、あ、アミです、よろしくお願いします、俺会ったことあるよね、あの去年旅猿のロケで、そうよね、いて、はい、階段、なんか怖い話をするっていう、なんかその階段の誰が一番怖い話できるかみたいなのもやってるんでしょ、皆さん、そうですね、2018年にあの稲川淳二さんが顧問で開催された大会で、うん、ちょっとありがたいもの優勝させていただいて、ほんでそのありがとうっていうコンビでやりながらも、アミさん自身はそういう怪談をしているってこと、そうですね、はい、コンビで、相方の方は最近ちょこちょこバラエティ番組とかであの催眠術を披露してます、ああそう、いろいろやってやんねんね、みんな片や催眠術、こっちは怪談、はい、いやもう早速ですけど、ちょっともうだからこれ聞いてる人で知らない人もいると思うんで、めちゃくちゃ怖い話してよ、はい、めちゃくちゃマストで一番怖い話、はい、わかりました、そうですね、まあいろいろお話あるんですけど、はい、僕はちょっとまあ印象に残ったというか、はい、このお話、神奈川県の方の高校生で龍さんって男性なんですけど、はい、学校行事で新潟県の方の、まあ、田舎町に
学年全体で行って農業体験の、まあ、なんか行事があったらしいんですよね、はいはいはい、で学年全体って言ったら百何十人の規模になるので、はい、新潟市内ならまだしも田舎町の方農業地帯になると百何十人が一気に泊まれる施設っていうのがないみたいで、はい、なんかあの6分割かなんかにしていろんなところに何十人かずつ泊まったらしいんですよ、はい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 、でその時に龍さんが割り当てられた場所っていうのが、うん、廃小学校をリノベーションした宿泊施設だったんですよ。小学校、廃校になった小学校をリノベーションするところで泊まる、はい、はいはい、だからまあ中は確かに綺麗にはなってるんですけど、はい、まあでも泊まるから夜間もいるんですけども、見た目がもういわゆるホラー映画とかに出てくるようなの木造の古びた感じのあの建物なので、はい、正直リノベーションしてあっても怖いは怖いんですよね、うん、でそんな中でじゃあどこで寝るかっていうと、うん、学校の作りをそのまま利用しちゃってるもんで、うん、皆さんが想像してるようなそのもういわゆる教室、そこに布団をもう敷いて寝るようなイメージなんですよ。はいはい、わかるわかる、はい、もう教室の中に布団がもう積んであるんで、うん、みんな好き勝手なところに、まあ、敷いていくから結局端っこの方から敷いていくからって感じですね。今俺これやってんのは吉本の新宿本社やから、はい、あそうですね、教室なのよ。だからこれをちょっとリノベーション軽くして、はい、布団山積みで雑魚寝ようね、はい、そんな感じよね。そうですね、もうまさにあの吉本本社のあの床に敷いて寝るような感じですね。はい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 、でやっぱりね、あの好きな人というか、まあ、早い人からあの端っこの方に布団を敷いてしまうんで、そりゃそうよ。リュウさんちょっと乗り遅れて真ん中目に布団を敷く感じになったらしいんですよね。おうおう、でみんながもう雑多な感じで好き勝手な向きで好き勝手な敷いてるような感じですけど、はい、まあ、慣れない農業体験というかガチの農家の人たちにしっかり教えてもらって農業するんで、はいはい、もう夜クタクタで、おう、正直ショート時間より前にもうぐっすり寝れちゃったんですって。おう、でただ何時にこれ目覚めたか分かんないですけど、ふと目が覚めたんですよね。ほう、でショート終わってるんで教室の中真っ暗で廊下も電気消えてる状態、もう視界がほぼ真っ暗なんですけど、うんうん、そんな中廊下の方からお前なんとかだよね、あ、なんとか、あ、なんとか、はいはい、お前なんとかなんだよみたいなのが聞こえて、ほう、あ、これが耳について目覚めたんやなって思ってたんですよね、うんうん、でまあもうちょっと気にせずにおろうと思って、でそのまま布団を頭までかぶってたんですけど、それでもやっぱりお前なんとかだよ、なんとかだよ、なんとかだよみたいな聞こえるのがすごい耳について、今度は寝つけなくなってきて、はい、いやちょっと待ってくれと、明日も朝から農業あるしと思ったら、なんだかんだでこの寝つけない感じがずっと腹立ってきて、はい、ちょっと布団剥いでみんなの布団の合間を縫ってスススッと一番後ろの入り口ガラガラガラって開けて顔をパッて廊下の方に出したんですよね、はい、うん、そしたら真っ暗な廊下に誰もいなかったんですよね。あれあれと、え、ちょっと待ってと思ってパッて右見たら暗い廊下がスーッと向こうの方まで伸びてて誰もいなくて、うん、左パッて見ると暗い廊下の向こうの方に見張りの先生が座ってるんですよね。ほう、でまあ先生が一人であんなん、ね、会話劇というかやるわけないしなと思って先生のこと見てたら、うん、先生側からしたらもうこの時間に生徒が一人顔を出してるとそっちの方がやばいから、うん、お前なしてんねんってちょっと怒られる感じになって、うんで、あ、やばい怒られるどうしようと思った時に、あ、トイレ行きたいっちゃ行きたいなと思ったんで、あ、すいませんトイレ行きたいですって言ったら、はい、おー行け行けって感じで、まあ、左を向くと先生いるんですけど、トイレっていうのが右を向いた廊下の一番先なんですよ。はいはい、暗いとこね、はい、はい、で消灯も終わってるんで一応明かりをつけるわけにもいかんくて真っ暗な廊下を一応進むんですよね。ほう、でこれ多少の月明かりが窓から入ってるんである程度わかるんですけど、やっぱみんな寝てるもんでシーンとした中でそこを歩くっていうのはちょっと怖いですね。怖いよ。でそのまま、廊下の一番先トイレの、まあ、入り口のところまで来たんですけど、このトイレの入り口、この境目がドアがないタイプで廊下からそのままスッと入れるタイプのトイレなんですよね。怖、はい、はあ、でトイレの中で用を足して、まあ、足し終わったんでじゃあ教室に戻ろうと思ってトイレの中でくるっと出入り口の方を見たら、このトイレと、まあ、廊下の境目がちょうど入り口のところが見えるんですけど、
その向こう廊下を左から右に小さい子供たちがお前なんとかだなんとかなんとかでって言いながら走り抜けてったんですよね。でなんとかなんとかお前はははみたいなことを言いながら走り抜けてったのを見て、さすがにびっくりしてそこでうわああああああってなったんですけど、でもそれはそれでここにずっといるのも怖いから、うん、いやこれ一人でいるのも怖いし、ちょっと今右に駆け抜けてったから自分が帰るの左やから、うん、いやこれはもうあの気にせんとこ気にせんとこと思って、みんなが待ってる教室に戻ろうと思って、そのまま一歩二歩と出入り口に近づいて廊下に一歩出たら自分のすぐ右横でお前なんとかだよなんとかなんとかなんとかってそこで盛り上がってたんですよ子供たちが。さすがにそれ怖くてうわーと思いながらすぐに視線を左に向けてその子たちに背中を向けて、うん、早足でタタタタタタと、うん、で背中の後ろからお前なんとかでねお前はなんとかでねみたいなずっと聞こえる中で教室まで戻ってったんですよね。はいはい。でそのまま教室の入り口のところまで行ってガラ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 と開けて中に入ってガラ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 ピシャッと閉めたら、みんなが雑多に敷いてる布団の合間を縫って真ん中の自分の布団まで戻ってきた。でそのまま布団をガバッと頭までかぶってから震え始めたんですよ。おいやもうちょっと何が起きたか自分の頭で整理できてないと、はいはいはい、いやこれめちゃくちゃ怖いどういうことやと、うんうん、学年行事でこの校舎俺たちだけでこれ貸し切りのはずやのにあんなちっちゃい子がいやそもそもこんな時間にちっちゃい子がいるはずもないとかって思ってる、うん、教室のドアがガラ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 ってなった後すごい軽い足音といいますかペタッペタッペタッっていうのが何人もの足音がこっちに向かってみんなの布団の合間を縫ってペタッ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 って自分の布団の周りを囲むあたりで足音が止まったんですよね。はい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 。えっと思ってたら布団を頭までかぶっててもあんなもんそんな厚みのあるものじゃないんで、布団をかぶっててもはっきりと自分の耳元でねえねえお兄ちゃん遊ぼうねえねえお兄ちゃん遊ぼうねえねえねえお兄ちゃんには私たちのことが見えてるんでしょうねえねえお兄ちゃん遊ぼうねえねえお兄ちゃん遊ぼうって言われたんです。これがもうめちゃくちゃ怖くてガタ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 震えてどうしようどうしようどうしようと思ってるんですけど、それがねえねえお兄ちゃんはお兄ちゃん見えてるんでしょうねえねえお兄ちゃんって10分経っても30分経っても1時間経ってもずっと言われ続けるんですよ。もう何分経ったか分からない、ずっと極限の状態で、こういう話でね、気を失っちゃえば早いんでしょうけど、そうもいかない、気も失わないまま、ずっと何時間も、ねえねえ、お兄ちゃんって言われながら、ねえねえ、お兄ちゃん、お兄ちゃんって聞こえなくなった頃には、はい、逆に教室の中でみんなのごそごそするような物音というか、気配というか、聞こえ始めたんで、あれ、もしかしてと思って、わって布団をめくると、朝日が差し込んでたんですよね。で、うわ、よかった、みんな起きてる。って思ったんですけど、もしかしたらあの子たちはこの小学校で過去に何があったか分かんないですけども、今も自分たちに気づいてくれる人、遊んでくれる人を探してるんじゃないかという体験をしたというお話を聞かせてもらいました。いやー怖いね、なんかこうしっかりした喋りやね。はい。いや相変わらず上手やね。あいやとんでもないです、恐縮です、ありがとうございます。でもそういうだから、怪談話みたいなのは、はい、そのライブとかいろんなところでやってんの？そうですね、本当に1年中いろんなところでやってまして、だからもうその吉本の劇場とかでも、コンビの仕事よりももう日本中で呼ばれるでしょう。そうですね、ありがたいもんで本当北海道から沖縄まであのコロナじゃなかったところとかよく行かせていただいてましたね。いやこう最近の事件で、はい、心霊スポット巡りしてたの？あそうですね、よくあの、はい、多い時は週5、6カ所行ったりとかしてますね。山奥で変な声が取れたの？あそうなんですよ、ちょっとした肝試しスポットとして有名なハイキャンプ場に行くその道がなんか山道みたいなところをむしろ湖畔というかあの湖のほとりの方に向かって20分ぐらい降りていくような立地だったんですけども、はいはい、降りてった先に小さな古い橋があって、うん、その橋を渡ろうと思った時に後ろから声が足音が聞こえた気がしたんです、その時は。おうおう。で共演者の方がもう一人男性いて、でカメラさんがいてっていう合計男3人の夫人だったんですけど、なんか後ろから足音聞こえたなと思ったら共演者の方も聞こえたって言って、はい、
一度橋を渡り切ったんですけど、はい、もうそのカメラさんと共演者の方がおもろがって、ちょっとアミさん一人で行ってきてくださいよってさっきの足音聞こえたあたりって言われて、僕はもうだから照明機材を自分で右手に持ち、ハンディカメラを左手に持ち、はい、自分を自撮りしながら橋の手前まで戻って、この辺でなんかショットしたんですよねみたいな感じで撮影した、まあ、山の風景をバックに撮影してたら、はっきりと連れてってって声が入って、うわーってもう僕ちょっと怖すぎてその場から逃げちゃうみたいな出来事があったんですけど、なんか僕それの動画を後から確認したらはっきり聞こえてって、ほう、それあんの、その動画あんの、あ、動画あります、へえ、はい、連れてってって、はい、でなんかまあ動画にも残ってるし、まあ、イベントが近かったもんで、それからもう本当数日後のイベントで、あ、この話しようかなって思ってた、ね、あ、まあ、確かに使えると思うよね、はいはい、まあ、動画にも残ってるしみたいなことを思いながら歩いてたら、数日ぶりに思ってる最中にあの声が耳元でまた聞こえたんですよ。ほう、でもそれは山奥とかじゃなくて普通に都内を移動してる最中に聞こえて、あの声が聞こえたって思った瞬間、後ろからとてつもない衝撃が襲ってきて、僕普通にタクシーにはねられたんですよ。はー、怖いね。はい、あのどうって言ったらなんか事故に遭うみたいな、なんかすごいベタな展開というか。いやいやいや、それではそれでも終わったの、もう耳元で聞こえることはなかったの、一回だけ。そうですね、それきりでしたね。はあ、いや確か俺はもうそんな経験全くせえへんからさ。はい、いや、いや、ま、ただ後ろからなんで、まあ言ったら過失割合が 10-0 みたいになったんです僕、うん、車じゃないし僕は、うんうんね、生身なんで、うん、10-0 みたいになったんで、もしこれがそういうのが原因だとしたら、タクシーのうんちゃん本当にとばっちり食らったことになっちゃうんで申し訳ないなと。まあでももしかしたらその言うたらお化けさんがね、あの、はい、貧しい芸人さんにちょっとでもなんか潤うようにもしかしたらタクシーの運転手さん悪いけどアクセル踏んじゃいなよみたいなね、耳元で踏んじゃいなよって言ってるかもわからんけども、まあでもこういうふうなちょっと怪談話をやるイベントがあるってことですよね。そうですね、はい、吉本最強、最強の今日は怖い怪談道の告知、超本格ガチ怖怪談プロジェクトが夏に始動、代表する怪談の語り部7連集、吉本に似てるんですね。そうですね、はい、9月1日、ガリガリクソンさんを筆頭に、うわ、うさんくさいうさんくさいな、アミさん、ガリクソンさん、はい、井下義之、吉井さんね、はいはい、フライボー井山さん、神様のペットの鈴作さん、スマイルシーサーのヤースーさん、ゲストに NMB48 の加藤優香ちゃん、上西玲ちゃんが来ます。9月1日木曜日の19時半から MC はニューヨークっていうところ、はい、配信チケットはファニーから購入可能、またファニーやファニーばっかり力入れてちょっとね、はい、期待しておりますんで、とびっきり怖い怪談話してほしいと思います、はい、アミさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、失礼します。失礼します。さあ、言うてる間にもう2時間10分経過、20あと1時間でございます。ミスターマネップ隊の件、久しぶり、こっからですよ皆さん、生存確認テレフォン腹くくってしていきましょう。ケンさん、生存してるのか、繋がらないのか。もしもし、ケンちゃん。あ、おはようございます。生存確認テレフォンです。あー、どうも、お久しぶりです。生存してますか。なんとか生存してます。でもこの台本にはドラゴン桜出演したって書いてんで。あ、そうなんですよ、一応レギュラーで。じゃあめっちゃええやん、はい、何の役？教師の役なんですけど。よかったやん。数学の先生です。じゃあ反響も大きかったんちゃうの？いや、前初めね、まあ、出るんやっていうこととかを僕ツイッターとかで
告知なんかさせてもらってて、ほんで、まあ、先輩方とか後輩から、いろいろ良かったですね、言うて、コメントとかいただいてたんですけど、で、まあ、その時は僕、どんな役かとかっていうのもあんまり分かってなかった、まあ、教師は分かってたんですけど、はいはい、出番的にどのぐらいの感じかなっていうのは分かってなかったんですよ。うん、でまあまあ台本が上がるのも、まあ、このコロナ禍もあって結構もう1話先2話先ぐらいまでしか台本が出てない、もうギリやねんな、ギリギリやったんで、で先がどんな感じで僕どういう役でどうこうなっていく絡んでいくのかとかっていうのも分かってなかったんですけど、はい、教師が30人ぐらいおる中で4人だけ、名前がちゃんとあって、教師役っていうのでピックアップされてるんで、この4人の先生は結構その4人の甲斐があるんではないかと、それぞれの。そりゃそうでしょう。はい。主役になる甲斐もあるんちゃうの。そうやって思ってね。ほう。急いでドラゴン桜の、2の方の漫画も買いましてね。うん。全巻買って。ほう。で、読み込んで。なるほど。で1話2話3話終わって4話5話はい俺の買いないな、6話7話よしここ来るやろ、ないな、ないな、8話はいないな、ないない、でももう終わるで、急げ。でこれ9話、これもう最終回の前、これ10話で終わりなんですよ、最終回は。9話に、まあ、言うたらもう最後に大どんでん返しがあるんちゃうかなと思って。なるほど。はい。めちゃめちゃええ役で僕絶対入るんやと思ってたんですけども、ほう、結局9話なし、はい10話もなしで終わりました。お疲れでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやでも見切れてんねやろ顔は。あ、もちろん、そうです、毎回その先生は2、30人ぐらいバーンってたくさんおる中で、うん、僕はもう前の方で、はい、一応どういうセリフ言って、有名なセリフ、有名なセリフですか、うん、いや東大なんてむちゃくちゃじゃないですか、ちょっと今噛んだ、あ、すみません、噛みましたね。いやでもそっから次のドラマのオファーとかさ、はい、あるんじゃないの。いや今のところないですね。舞台は、舞台もないです。この、 ドラゴン桜の前にテレビ大阪さんの方で深夜のドラマをやってたんですよ。ほうほう、あ、ええよええよ、京阪沿線物語ってい いう役どころは、役どころはその番頭さんの役です。ちっちゃい古民家宿の話なんですけど、うんうん、番頭さんの役でだいたい4番手とかです。めちゃめちゃ良かったです。有名なセリフ言ったって、あ、有名有名なセリフですか、うん、なんや、ひらパー行ってきたんか、ひらパー行ってきたんか、わしもひらパー行きたかったよ、これです。コメディアンがやる役者の仕事やな。そうですね。完全に。ノンスタイルの石田が脚本。ああ、なるほど。はい。いやでもそういう風にしてドラマとか頑張って、アルバイトはしてないんやろ？今アルバイトはしてないです。よかった、はい、なんとか。よかったよかった本当に。なんとかいやもうこの。コロナ禍の中で、うん、去年とかもう自粛でもういね、もう仕事もなくって、収入もなくって、まあどうすんねんっていう、まあ、劇場も、はい、休みやったんで、で、まあ劇場は、ルミネ劇場の方とかはちょこちょこ出させてもらってるんで、はいはい、でも全然、まあそれでいけるかなと思ったんですけども、今、お客さん、マックスで入れられへんので、うんうん、なんか知らんけどギャラが半分になってるんすよ。知らんことないや、そういうことやから。お客さん入れられへんから売り上げも少ないから、はい、申し訳ない芸人さん、ギャラの方ちょっと半額にしてください。その代わりコロナが明けたら満員のお客さんの前で正規のギャラ払いますよってことやろ。
はい、そうです。ただでもショールームやってんねやろ。あ、今あのそうなんですよ。だからもうやる何どうしてこう生活していくねんっていう時に、うん、その生配信とかっていうのがいろいろありますけども、そのショールームっていうのをあの吉本坂の方の流れでね、うん、みんなそのよし、ショールームのチャンネルを皆さん持ってるんですよ。そうやってんねよ。俺なんて吉本坂のファーストシーズンの MC やってたから。ああ、そうですわ東野さん、いつもすんません。いや、そやで。だって俺ケンちゃんが家でインスタントラーメンに野菜切って入れてるの見たもん。あんな悲しい映像なかったもん。いや、もうほんまにそればっかり食べてました、うん、インスタントラーメンで栄養のこと考えて野菜切んねやろ。いや、野菜切って、はい、入れて入れてたよな。はい、卵で閉じて、はい。そうやな、閉じてた、はい、閉じてた。いや、だから辛い、ちょっとやばいなとか、心も持っていかれるとか、落ち込んじゃうとか、そういう時もあった？いや、もうただね、うん、落ちてたんですけど、その普段からコロナ前から、うん、よく考えたら生活そんな変わってへんぞと。コロナ関係ないねん。こう関係ないなと。そんな調子良くなかったんで、うん、言うても。そうか。でも相方の秋は大阪に行って新喜劇やってんねんもんな。そうですね、もう相方は大阪でプチブレイクしましたからね。でケンちゃんもそういう考えはなかったんや。いや、当初は一緒にその新喜劇に入るっていう予定やったんですけど、でもそのまあタイミングとか僕もいろいろ今その大阪に行ってね、新喜劇でこう骨をうずめんのかってなった時に、すごく東京でやりたい。はい、まあ、あの東京来てもうほんまに苦しい時に東京に出てきて、苦しいまんま苦しい思いだけをして大阪に帰るのって、もうお土産も何も持って帰らんと、うん、大阪には帰られへんなと思ったんです。結婚してお子さんおったけど離婚してんな。そうです、はい。せやねんな。はい、東京出てきて5年ぐらいしてから離婚しました。ちょっと電話切ってええかな。いや、もうちょっと、もうその話やめときましょう。もうやめときます。やめときます。もうその悲しい話はやめときますわ。すみません。いえいえ、なんかこんなことやりたいとか、あんなことやりたいとかさ、聞いてる人でさ、はい、業界の人もいるかもわからんからさ、ちょっとアピールしといたら。はい、あ、今ですか、うん、今はまあ、でもそうですね、まあ、今ほんま劇場よりもショールームの生配信の方が多いんですよ、うん、やってることが、うんうん、毎日配信やってるんですけど、うん、毎日2時間ぐらいやってるんですけど。あ、やってんだ。これ聞いてる人で、じゃあケンちゃんのショールームで見たら応援できんねんね。そうですね、はい。だからあのぜひぜひ応援しに来ていただきたいなと思います。2時間何してんの？いや、もういろんなお話、近況報告から今日あったニュースのことであったりとか、あ、ね、みんなからの質問とか受け付けたりとかして、まあ、でもそうですね、あのだいたいみんな、あの皆さん、あのこうルームに入ってきてくれるんですけど、こんばんはって言ったら、あ、何々ちゃんこんばんはって言うてたらもう終わってたりとか しますね、結構。あ、なるほどね。はい、挨拶してたら会話できるから、ぜひぜひケンちゃんのショールームにみんな覗いてほしいということね。はい、分かった。いや、もうなかなか重たかった、生存確認久しぶりに。すいません。いや、もうこの後熊田雅史に電話するのも怖いもん、ちょっと。熊田雅史もあのね、営業がなくなって大変や言うてましたでしょ。ちょっと今から、はい、今から電話するわ。あ、ほんまですか。うん、はい、あれ東野さん、すいません。今からショールーム頑張ってね。あ、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。はい、失礼します。いやー、みんな大変やわ。重かった、ケンちゃん。ケンちゃん重かった。次、熊田雅史も難攻不落やね。大丈夫かな。あの、飛沫感染するからって、あの風船とかのやつもでけへんとか言って。もしもし。いや、
いやいや、ちょっと熊田大師匠ですか。花東の大先生でございますか。いや、なんかね、噂は聞くんです。熊田正史さんがすごい落ち込んでるって。先生、はい、僕も自分なりにいろいろ確認はしたんですけれども、はい、吉本の中で一番落ち込んでます。いや、本当にいろんな芸人さんに聞いて、今どうよ、調子はどうよ、どう思ってるのよ、いろいろ聞くんですけれども、みんな、はあ、結構元気だったり普通に過ごしたりするんですけれども、うんうんうん、もう私がもう一番ちょっと心病んでるなとっていう状態ね。だって、はい、2年前か、闇営業問題あって、はい、ありました、はい、でちょっと謹慎して、はい、それまではずっとデビューしてから爆笑王、営業の爆笑王といえば熊田正史君で、まあちょっと一個だけちょっと言わさせていただければ、爆笑ではないです。え、爆笑ではなく大爆笑で、申し訳ございません。すいません、大爆笑王でございました。営業行って大爆笑して帰ろうとしたら、その営業先の、担当の方がちょっと引き止めて、はい、来年もこの日に来てくださいっていうふうに、もう仕事が自分から営業かけずに向こう側からお願いされるわけでしょ。もう本当そういうのがもうばっかりでございました。もうそれこそ、まあ今までで一番多かったのは、そのちょっとお坊さんの学校なんですけれども、うん、笑えへんで、はい、お坊さんの学校なんて、はい、でもそんなお坊さんの学校に6年連続営業に、行かせていただいたりとか、あの、はい、口が重い坊主どもがみんな大爆笑するわけでしょ。もうなんだこの面白いハゲはということで。いや、で、はいはい、絶好調でご自身はテレビを目指さずに営業で大爆笑王になるって決めて頑張ったわけじゃないですか。そういうことでございます、はい、で闇営業問題があって謹慎して、いや大変だ、はい、でもね自分にも非があるからってことで、まあ、はい、あのちゃんと受け止めて、はい、で謹慎あげて今からやるぞと思った矢先にコロナで営業がビタッてなくなるっていう。はい、もうビタでございました。ね、なおかつお客さんもちょっと入れてええねんけど、はい、言うたら熊田正史といえば飛沫感染するネタがいっぱいあって。そういうことでございます。はい、お客さん、もうお客さんとのやり取りがいっぱいあったわけでございますから、はい。それ全部できないんでしょう。今もできておりません。はい、手足翼全部剥がされて。はい、何もできない状態。俺も噂で、風の噂で聞いたんですよ。ルミネの出番の配信見たら、はい、5分ぐらいのネタもう3分ぐらいで元気なく去っていく熊田正史を見たとか。あら、さすがに3分ってことはないですけれども、うん、まあ4分ぐらいで。本当にもうなんて言うんでしょう、もうこんなこと言ってたらダメなんですけれども、うん、はい、もうネタだけではなく、うん、もうすべてのことにやる気がない。すべてのことにやる気がないの。本当に何にもないです。本当に。ですから例えばこの今電話をしてます、はい、電話も嫌ですし、もう嫌。あのなんかネットニュースになったんでしょ。ネットニュースになりました。はい、あのプリティーウーマンの映画をたくさん見てるって。あ、そう、あの、まあ、それ今までその、まあ、25年かけてですけれども、はい、はいはい、まあ、大体数にしたら、600回ぐらい600回ぐらい、はい、まあ、プリティーウーマン見てました。元気になるんですか、はい、プリティーウーマン見たら。プリティーウーマン、いやもうこれ元気になるならないじゃなくて、もう本当ご飯と一緒で、はい、もう見るのが当たり前っていう風になってたんですよ、プリティーウーマンを。もう本当に何て言うんですかね、あの例えば東野先生も普通にご飯食べますよね、はい、食べます。もう例えばもう食卓に例えばご飯粒あるのが当たり前ですよね。当たり前、はい、本当それと一緒です。もう単純にプリティウマンを流してるっていうのが、もうリチャードギアと一緒にご飯食べてみたいな感じなんですね。まあ正直言っちゃえばジュリア・ロバーツの方ですけれども。ジュリア・ロバーツ、あ、理想のタイプがジュリア・ロバーツ。もう理想のタイプというか、まあ、本当に、まあ、ハリウッド女優さんいっぱいいますけれども、一番好きな女優さんでございますね、はい、だからもうそれがもう、はい、もう当たり前のようになってたんですけれども、ほう、もうこのコロナ禍になって、はい、一度も見ることもなく、ジュリア・ロバーツ見てないの、
もうこのコロナ禍になって1年間半1回も見てないです。それだけ見ようっていう気持ちにならないってことかな。もう本当にそれこそなんていうんですかね、映画だけではなく、それこそもう好きだった、例えば夜のドライブとか、おうよくもう昔は365日中もう360日は毎日夜のドライブに行ってたりとか。いやそんな初耳よ。あらま、芸人さんとはあんまり遊ばないって聞いてたけど、はい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 、ドライブは一人こっそり夜中走ってたんですね、東京の。もう東京のもういろんな道を、はい、走ってたんですけど。いや、ね、あそうなんや。もういろんなことを考え、もう本当にネタ、はい、ネタあそこどうしようとか、新しいなんかアイデアないかなとかいろいろやってたけど、はいはい、でも全部コロナのせいや。もう全部コロナ禍になってから何にもする気がなくなってしまい、あの最近すごいなと思う芸人がハイキングウォーキングと森安バンバンビガロ、はい、同じように言うたら、はい、パフォーマーじゃないですか。あのパフォーマーで仕事どうって聞いたら、やっぱり僕と同じように凄まじいほど減ってると。はいはい、凄まじいほど減ってるんですけれども、すごい元気なんですよ。うん、もう僕にはもう意味がわからないなぜそんなに元気でいられるんだい君たちって頭おかしいんじゃないのかとあなた方が好きな営業の仕事がないんだよ、何そんなにニコニコしてんのって。バカじゃないのと。いや本当に口が悪くなってしまいますけど、本当にそうやって僕は思ってしまって、逆に言えばもうすごいなと、ああでもあの熊田先生には家族がいてるから、家族が励ましてくれたりしないの。いやもう本当になんていうんですかね、もうそれこそ本当この今日この生存確認のテレフォンがあるので、うんはいはい、うん、もう何かエピソードを何か作らなきゃいけないと。いやいやそんなもう無理しなくていいよ。だからもうそうやってちょっと自分の中で思いまして、はい、本当昨日です、お本当昨日奥さんに、お、あの抱かしてくれと結婚して何年ですか。もう結婚して、18年です。お子さんいくつなったんですか。お子さん14歳です。でお子さん14歳のお子さんにバレないように嫁に抱かしてくれと、はい、抱かしてくれと、はい、奥さんはそんな気分じゃないとタイミングが悪いと言われました。ちょっとタイミングも違うタイミングだったらいいけど、今はその気持ちじゃないっていうことで、じゃないというふうに断られ、もう本当にエピソードも何もできない、うん、いやいやいや、はい、いいですよ。逆に言うと嫁抱いた話聞きたくないです、はい、すいません本当すいませんでございます。でもちょっとこういうふうにして喋ってスタッフの笑い声聞こえたりすると、はい、少し元気になりませんか、はい、いやもうなんて言ったらいいでしょう、もう正直言っていいですか。はい、何も元気にならないです無理ですか先生。本当これは無理なんです。もう本当にスタッフさんの笑顔を見ようが聞こうが、はいはい、お客様の笑顔を見ようがダメなんですこれ完全に。でも声だけ聞いてたら張りがあって元気やけどね。もうこれから元気でございます。じゃあこれ電話切ったらまたムスッとして無表情でぼーっとすんの、はい、いやもう本当にもう僕唯一というか、もうなんていうんですか、まあ、YouTube はよく見させてもらうんですけれども、はいはいはい、もうその YouTube も全部コロナ関係の YouTube をばっかり情報を見て、でもそれこそ先生がやられてる番組、はいはい、正義の味方、あの関西でやってるやつね。そうです、あれの方の YouTube もちょっと見させていただくことがあるんですけれども、はいはいはい、もうあれだけが唯一僕の元気を頑張る剤いや前向きに頑張りましょうとか、コロナは正しく怖がりましょう、はい、何でもかんでも犠牲にして心の病とか自殺する方もいてるから、はい、あんまりそういうふうにこう内に内に入り込まない方がいいですよみたいなことですよね。もうそういうのもあります。もうもっと正確に言いますと、はい、まあ、知らない方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、はい、その正義の味方に出てる木村盛雄先生はい知ってます、はい、はい、木村盛雄先生の話が全部腑に落ちるとそうか言っときますよ。本買いました、今度あげますよ。あ本当ですか、もういただきたい。もう今もちょっと違うコロナの本を読んでるんですけれどもそうよね、いや確かにコロナっていうのはね本当に、はい、
でもこれはまあウィズコロナで共に生きていかなきゃしょうがないから、あ、もうそうなんですけれども、うん、先生それを今東本先生僕に言ってくれましたよね。はいはい。僕に言っちゃダメなんです。え、それを先生小池知事に言っていただきたいです。そうか、これが小池さんに東京のコロナ対策ちょっと間違ってるんじゃないですか。はい、そうなんです。もう少しちょっと確かにコロナも大事やけど、がんで亡くなる方とか脳梗塞で亡くなる方もいてるし、はい、病気の一つと捉えて、そうです、でなおかつ経済を回していった方がいいんじゃないですかってことでしょ。うっていうのを僕じゃなくて小池都知事に、はい、俺がですか、分かりました、もう言っていていただきたいなと、はいはい、思っております。まあ、それでまあ正義の見方見て少しね元気になってるみたいですから、はい、僕としてはありがたいし、はい、ちょっとまたちょっとずつ頑張っていきます。頑張ってね。はい、ね、はい、分かりました。当分続くから。え？いや違うよ。あの経済は回してるけどコロナはなくならへんから。はい、あ、そうですね。コロナはなくならない。そうそうそう。はい、だから、ね、上手にやっていきましょうよ。ワクチン打ってね。うん、そうですね。ワクチン打ったらかかりにくくなって、はいはいはい、万が一かかっても重症化しなかったりとかするしさ。はい、そういうことですね。はいはいはい、はい、ちょっとね。ね、はい、早く風船の芸とかもう一回見たいよ。もうとにかく、はい、もうああいう芸をもう一生懸命楽しくできるように、はい、はい、頑張りますんで、はい、ありがとうね。はい、すいませんです、ありがとうございます。じゃあ今日もまた奥さんにね、あの抱かしてくれって言ってください、最後ね。あ、わかりました。今度はきっと抱かしてくれます。今日は多分そういう気やと思いますから。わかりました、今日は頑張ります。頑張ってください、どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。熊田君でした。はい、失礼します。失礼します。失礼します。いやー、重症よね、熊田君。次もちょっとね、次どういうモチベーションか分からへんね。物言いの吉田サラダさん、この人もなんかね、ちょっとね現状えらい変わったみたいなのよ。物言いの吉田サラダ君、久しぶりやん、喋んの。いやー、10時半。おはようございます。東野です。生存確認テレフォンです。あ、どうも、八村塁です。違う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 。元気で、元気でよかったわ。吉田サラダです。あ、熊田雅史君の喋り聞いてました？あ、聞かせていただきました。みんな大変よね。大変そうですね、本当に。で、物言いの吉田サラダ君は今現在ちょっとなんか仕事のメインが変わったんでしょ？そうなんです。僕この4月から、はい、富山県に移住したんですよ。富山の住みます芸人？はい、富山県氷見市の住みます芸人になりました。それは地元なの？いえ、全く関係ないです。え、嘘？僕大阪出身なんで。関西出身で全く関係ない富山の氷見市の住みます芸人？はい、はい、あで氷見市の地域おこし協力隊っていう、うん、あの国の制度で、うん、今氷見市で地域おこしリポーターっていうのをやらせていただいて。やってんねや。はい。そのきっかけは何なの？あ、きっかけはやっぱりこのコロナ禍になって。はい。あの僕1年前にちょうどあの子供を授かったんですけども。おめでとう。おう。 ありがとうございます。やっぱり子供できてからめちゃくちゃもう地方で子育てしたいっていう気持ちが強くなりました。やっぱりそれは子供の環境にもいいし。はい。で、あの家賃安い、物価安いとか、あと、はい、富山、まあ、知ってると思うけど富山県って一番、はい、あの NHK の人が全国行くじゃないですか、はい、いろいろね、あの地方のとこで働かなダメよ、はい、NHK って、はいはい、ほんでエリートの人は東京に戻ってくんねんけど、はい、富山県に NHK で行った NHK の職員が一番あの富山県から離れたくないって言うねんて。わかります。それめちゃくちゃ交通ももしっかりしてて家賃安くて、はい、でほんで食べ物おいしくて、はい、ほんでスターバックスが一番おしゃれやねんな。あ、そうなんです。でも東野さん、それは富山市なんですよ。あ、そうだね。僕は氷見市なんで、う
ブリ。あの、そうです。スターバックスはないです。ないか。でも分かるってどういうことなの？はい、分かるって富山の良さ。いやもうめちゃくちゃ人がいいんですよ皆さん。ああじゃあなんか良かったよね。で、いや優しい人ばっかりで。で、すぐ受け入れてくれたの？いやそうなんです。あの声めっちゃかけていただけるんですけど、街歩いてて、うんうんうん、あのいきなりありがとうございます。富山に来ていただいてって言われる。そこなんか天使の木村くんもなんか岩手行って。はい、なんかありがとうございますみたいな声あるって聞くから、はい、やっぱ地元の方はこう自分の我が町を選んでくれて嬉しいってことやねんな。いやめちゃくちゃ言っていただいて、うん、いやこちらこそありがとうございますって言い合いしてます。でそれあの仕事とかはあるの？その氷見に住みます芸人やって。あの今は地域おこし協力隊がメインで、うんうん、あの氷見市のケーブルテレビでレギュラーリポーターとかを とか、はい、やらせていただいてるんですよ。あのなんかラーメン屋やってなかった？はい、東京でラーメン屋プロデュースさせていただいてたんですけども、うん、もう4月から行くってなったんでちょっと3月いっぱいでプロデュース終わらせてくださいっていうことで。その氷見でラーメン屋せえへんの？プロデュースとか氷見では、うん、そうですね、もうラーメン屋より魚が美味しすぎて、まあ、めちゃめちゃうまいもんね。いやそうなんですよ、めちゃくちゃ美味しくて。あのだから北陸の3県はね意外と東京、はい、名古屋、大阪近いもんね、全部均等に。あそうですね、3時間ぐらいで行けたりするんで。だから俺もだからそのなんか住みたいって考えたらやっぱその北陸ってええなって思ってたよ前から。いやめちゃくちゃいいです。ぜひ東野さん来ていただきたいです。いや俺もちょっとケーブルテレビのレポーターやんで負けへんでちゃうかー言うてやんであの、ね、編集も自分でやらなきゃいけないです。無理やわ無理やわ無理やわ。え、はい、相方はガリガリの相方。相方が実は一緒に行くはずだったんですけども、おうおう、直前でちょっと家族の事情で来れなくなりまして。えで僕一人で離れて決まった後だったんで、はい、もう一人で決まった。じゃあちょっと物言いとしては閉店休業状態。そうですね、そうです、本当にたまにズーム配信とかやるぐらいで。ああそっか、みんないろいろ直接は会ってないです。ね、そっか、じゃあ家族はもう大賛成で氷見に渡ってんねや。あそうです、家族一緒に来てくれて。ほんだら奥さんも喜んで子供も喜んでくれてたらええよね。そうですね、もう妻も気に入ってます、すごく。俺明日か明日の夜チーキーズ和牛とやるからさ。はい、またそれ言っとくよ。物いいの吉田サラダが富山県氷見の住みます芸人やってるって。あぜひよろしくお願いします。吉本もなんかそういう町おこし地域のこと密着するチャンネルまた立ち上げるしな。はい、来年あたりやろ、今年のケツ、はい、ケツかなんか。もうそれが楽しみで楽しみで今から。いやちょっとだからみんなそれぞれのことを大変やなということで。いやでもこっち来て本当に良かったなと思います。じゃあもう東京にいた時ちょっともうずっと暗い気持ちになってたんで。それはコロナ禍の感じで。はい、コロナ禍でもう仕事も全然ないし、どうしようどうしようみたいな感じで。吉田サラダの同期とか周りもみんなそんな感じやったの？そうですね、みんなやっぱり仕事なくてっていうとこや。はい、落ち込んでますね。あれでもなんかすごいやサラダ君、新たな仕事を獲得するために始めたのが落語教室に通い始めた。そうです、あの相方が来れなくなったんで、一人でどうやってなんか芸を見せようかなと思った時、何もないなと思って、あの隣の県で月亭ほうきくんが、八方市のお弟子さんな、はい、地域おこし、あ、住みます芸人でいてるから、はい、落語教室やってるんで、ぜひちょっと通わせてくれないかと言って行かせていただいたんですけど。いやいや、まあ、バイタリティあるからいいよね。だから何でもやった方がええもんね。
はい、もうこっち来てからは何でもやりたいっていう、ね、ほんで、まあ、北陸ので住んでる話し家さんの数も少ないしさ、なんかな、はい、でもなんかそういうおじいちゃんおばあちゃんもね多いし、なんか古典落語とかな、はい、一席二席とかできたらな。あ、そうなんです、覚えて氷見の皆さんの前で披露したいなと、なっていうところもありますし、はい、ちょっとずつ氷見の方言もマスターしていって、はい、ぜひもう氷見弁使いたいなと思ってるんですけど、やっぱちょっと難しいです、ね、はい、なかなか難しいですけど、でも関西のイメージ全くないもんね、はい、あ、僕よく言われます、そうそう、はい、もう関西弁があんまり出てこないっていう、いや、なんかまさに生存確認しました、はい、ありがとうございます、ちゃんと生きてますんで、はい、わかりました、物言いの吉田サラダさん、どうもありがとうございました、ありがとうございます、頑張ってください、はい、頑張ります、ありがとうございます、はい、いやー、どんどんすごくなってきますねなんか次も嫌やわ、まあまあ次はキャラクター的に気にならんか、 8.6 秒バズーカの浜やねん、全く浜やねんがピンチでも何にも思えへん俺浜やねんも、はあ、みんな考えてますか、 8.6 秒バズーカのこと、はい、あ、浜やねん、あ、おはようございます、久しぶり、あ、お疲れ様です、久しぶりです、今大阪住んでんの、今東京です、あ、東京、はい、東京に出てきてってこと、はい、仕事あんの、大丈夫な、 8.6 秒も、全くないですよ、なんでなんでちょっと切れてんねやこれはもう切れなダメですよいやいや、俺はもうご機嫌に浜やねんはね、昔、はい、新宿のバリ風ラブホテルに出てきたみたいないやいや、これだけですよ、それいじってくんの、もう今俺だけなんや、それご機嫌にいじってくんのそうですよ、え、じゃあもうこの1年2年コロナになって仕事めっきりなくなった、いや、全然なくなりましたね、今日は何してた、今日はもうずっと家でネットフリックス見てましたかっちょいいやるありがとうございます、あのネットフリックスいろいろ見たと思うけど、おすすめ教えて皆さん、ね、やっぱり、うん、やっぱりイテウォンクラスです、なんやそれ浜やねらしいわ、ごく、だからダイエットしてなかった、あ、ダイエットしてました、めっちゃ一応、はい、今何キロぐらいあんの、今はあの、まあ、一回そのダイエットした時に、うん、76ぐらいまでいったの、はい、あの94から76ぐらいまで減らしてもらったんですけど、うん、けど今87ぐらいまで増えました、87ぐらいまでいや浜やねらしい、なんか普通の話ありがとういや、はい、ありがとうございます、いくつだったの浜やね、僕もう30になりました、まだ30やで、全然大丈夫やえ、大丈夫ですか、うん、いやもう怯えてるんですけど、なんかえ、あのラッスンゴレライ、あれ、はい、ラッスンゴレライ、あれ何年前、あれでももう6年前とかですね、ラッスン24の時、はい、だからその僕東野さんと初めてお会いさせていただいた時23とかやった、いやいや、だからなんか、はい、面白い子やなぁ思って、無邪気やしありがとうございます、あのラッスン貯金はまだ残ってんの、いや、ラッスン貯金もう全部なくなります最高なんぼ貯金やったん、でも最高で多分4000万とか、はい、行って、なんかやっぱいろいろあったんで、何やったの、僕、あ、いや、もう不倫ですよ笑うとけ笑うとけ、はい , 笑わせていただきます、いや、それがで、もう離婚したんやな、そうですね、それで、あの、まあ、いろいろちゃんと向こうにお支払いして申し訳ないってことで、はい、その、はい、ラッスン貯金を全部それでご破産して、また一からってことやもんな、そうですね、またあの、なんか1年目の気持ちになります、そうそう、それでええねんてそれでいいですかね、うん、でサングラスはもう外してんの、つけてんの、あ、サングラスはあの基本的にはつけさせてもらってます、はい、つけてやって、あの、はい、あいつは相方 あのバズーカやったっけ、はい、あ、バズーカで分けてない、いや、シングルや、シングル、はい、田中シングル、はい、うわ、何してんの、うわ、
で最近全然お会いしてないんで何してるか全く分かんないそんな大丈夫か。いやそうなんですよ、ほんまにあの今僕らマジであの暇なんでどこでも行けます。あ、仕事はい、全国どこでも行けるっすだって物言いのサラダくんが日々の住みます芸人やってるんで、はい、え、そうなんすか。さっき電話つないで、ああはいはいはい、でお子さんおって結婚ねしてて、はい、ほんで大阪出身で東京で、はい、はい、レッドシアターとかで忙しくなって、はい、で、はい、ラーメン屋プロデュースしたりとかするけどいろんなことがあって、はい、仕事のこともあって、はい、その、はい、言うたら富山県の氷見に移住してんねん。すごっ。ほんで今あの石川県の住みます芸人の月亭ほうきさんから落語教わってんねん、はい、いやだからみんなそれぞれ、はい、熊田正史さんはなんかちょっとね、はい、落ち込んだりとか元気なかったりとか、あ、はい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 、水玉の健さんは毎日2時間ショールームやってたりとか、はい、いやいや、そう考えたら僕だけっすね、何もやってないの。いや、お前逆にすごいよ、ネットフリックスでアホほど見てはい、いや、それでええと思うね、浜やねんはもう。あ、本当っすか。彼女は、彼女彼女いてないっす、今。え、じゃあどうしてんの、30歳で。いやいや、普通にあのあれっすやん、引き継ぎ給付金みたいなやつもらってギリギリ耐えてます。ギリギリ耐えてんねや。そっか、はい、もういや俺から言える、はい、本当に心ない一言言っていいか。はい、あ、お願いします。頑張れいやいや、その言葉心ない言うたらダメ。ダメか、ダメやな、はい、でも40歳とか50歳の兄さん方もっと頑張ってるからさ。そうですね、30歳からまだ超若手やで。はい、いやでもその頑張り方わかんないんですよね。どう、だってそうやよな、シングルっていう相方にも会われへんし、はい、ネタ考えてんのシングルやから。そうなんですよ、で連絡なかったらやることないから、はい、ネットフリックス見るわな。そうなんですよネットフリックスとあの大食い YouTuber にめっちゃ詳しくなりました大食い YouTuber、 おすすめ大食い YouTuber 誰？やっぱマックス鈴木さんですねやっぱりな、ベタなところでな、面白いの、はい、マックス鈴木さんは、はい、なんか、はい、見てまうっすね、やっぱ見てまうか。美味しく食べてはるなって。え、だって絶対に浜やねんは料理作れへんよ、タイプ的に。僕はマジで全く作れないんですけど。出前ウーバーイーツ、出前か。そうですね、出前か外食しかしないんですけど。そうかそうか。誰と仲いいの、後輩やったら。後輩ですか。後輩はあの坂口トラックっていう後輩かな。知らんわ浜やねんと坂口トラックも全然分かれへんいやでも、はい、お前やっぱ絵は明るいわ、もう笑い声聞けただけでありがたいわ本当ですか。これこれほんまにちょっと元気出た。はい、またなんかちょっとスクープみたいな作って、うん、マルコポロリとかで取り上げてください。そうそう、取り上げる取り上げる、はい、で頑張ってちょっとネットフリックス見倒して、はいはい、見倒します。はい、はい、ありがとうね。一番詳しくなっててね。はい、ありがとうね。はい、ありがとうございます。こちらこそ。はい、どうもトラック君によろしく。はい、はい、またお願いします。はい、どうも失礼します。はい、失礼いたします。いやよかった、元気で。やっぱ能天気なんか一番ええわ。このことを言おう、兵道さんに。矢野兵道の兵道さん、ちょっと20分遅くなりました。現在10時50分。ジャック。兵道さんもう寝てるかな。もしもし。もしもし。兵道さん。もしもし。兵道。兵道です。生存確認テレフォンです。ありがとうございます。いやいや、もうだってもう知ってるから、もう兵道さんはちゃんと仕事してるの知ってるから。いや、僕あのかかってくるまでちょっと聞いてたんですけど。いや、ごめんな。こんな手だれの後に俺出て大丈夫と思います。県熊田正史サラダ浜やねん、はい、恐ろしいやろ、はい、もう恐ろしいというか、もういや、そうなんやそうなんやってなりました。いや俺もあれ、生存確認って言うてるだけで売れっ子と電話つなぐんちゃうと思ったけど、まさかこんなラッシュラッシュな、それもジャブ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 みんな潜在写真やのになんで県だけリアルな顔の写真やったのいや分かれへんけど、県は県で
な、ね、新喜劇行ったらええけどやっぱ東京で一旗あげたいっていう。いやもうなんか熱い男ですね。ケンも一回ゆっくり喋りたいというか、うん、オープニングでジミーさんと電話つないだのよ。あ、はいはい、ジミーさんで2回戦で落ちた理由が兵道さんが、はい、アドリブでボケるから笑ってもうて突っ込めへんかった、だから落ちた言ってたで。いや僕の今回のテーマはあの、はい、舞台でジミーさんのみを笑わすっていう、あーなるほど、とこがあって、おうおう、で1回戦が刑事の取り調べのやつで、おうおう、でジミーさんがお前名前何十年言うて、おさむ師匠の本名を言うたりとか、あーなるほど、ジミーさんが分かるやつね。そうです。でジミーさんが笑うて、うん、全然もうそこからもうずっと笑いっぱなしでええかなと思って。だからそれでひょうちゃんはもうそれでええね、はいはい、もうだそんな感じでキングオブコント出てた感じやろ。いやそうですね。でもあの初めはもうなんかジミーさんとやったら出たいなってポロって言うたんをマネージャーがジミーさんにポロって言うて、そうそう、ジミーさんがまさかのええよっていう返事やったんで、そうよ、これはありがたいけどこれえらいこと言うてもたっていう大先輩と。いやだってもう天才ボケ芸人のジミーさんと組むってなったらちょっと考えるよね。そうなんですよ。ほんであのこれどうしようまで俺コント変えたことないしなってなって、うんうん、いろいろ相談したりとかお願いしたりとかなんでなんやかんでジミーさんのギャグ満載のコントが、はいはい、2分のコントができたんですけど、はいはい、それをじっと見てたジミーさんが俺ツッコミやりたいって言い出した時にもう全部それが崩れていって。突っ込めんのジミーさん舞台でちゃんと。あの取り調べのコントの時は、うん、怒ってったっていう感じです。あの突っ込みっていうよりも。え、例えばあのなんでやねんとかそんな感じで突っ込まないの？え、もう刑事にもう役になりきりはるんで、お前やるあかんやろとか、あのおっさん同士のあの罵り合いみたいになって怖い思って。ただ兵道さん、はい、ジミーさんと電話で喋ったんですけど、はいはい、すでに来年のネタ考えてるらしいですよ。いや僕本当にこう東野さんにもポロッと言ったんですけど、はい、ジミーさんが本当に、まあ、1回戦終わった後に、うん、あの今ドラマの東京 MER かなんか、うん、ドラマ大人気のドラマにハマってて、うんうんうん、あれがしたいっていう、ほんまにあの王子様がなんかわがまま言うてるみたいな。だからあの救急車救命病棟みたいなもんでしょ。だからそのあのその現場に行って現場に行って助けるっていう。で、まあ、そのネタちょっと考えましょうかって言うて、うん、ジミーさんの家にお邪魔してネタ合わせするときにガチャッと開けてお邪魔しますって言ったときに、ジミーさんが白衣着て首から聴診器かけて、うん、逆光でこっちじっと見てるときに怖ってなったんですよ。あのね、俺、はい、旅猿で何度も共演したけど、とにかくジミーさんね、はい、で、はい、出落ち好きなのよ。めちゃくちゃ出落ち好きなのよ。なんか衣装で一ボケしたいのよ。いや、もう僕そのまず東京 MER むっちゃ見てんねんって言ったのに、あの白衣てってなったんですよ。そうそうそう。で、それお医者さんですよっていう話になって、うん、でそっからあの第一声目がウーバー頼めへんやった時にもうこれ腰抜けたんですけど、うん、あのウーバーイーツをすぐ頼んで絶対にハンバーガー2個食べてから始まるんですよ。それルーティンだよね。そうなんですよ。ほんでだんだん2個食べてるから眠たくなってきはるんですけど。そうやね。いやだって俺も待ち合わせしたらあの登場であの黒ひげ危機一発やりながら登場してたからな、ジミーさんプライベートで。え、だほんま好きなのよ出落ち、笑かしたいっていう。ちょっと企画外でもうびっくりしました、うん、本当にもうこれはやっぱすごい方なんやな。いやでも兵道くん、兵ちゃんは、はい、矢野さんっていう企画外の芸人さんともコンビ組んでるから、はい、いけるって、はい、いけるって。あの企画外でもあのあれなんですね、あのうちの相方の場合は日本のコンセントをベトナムのコンセントで刺すみたいな、なんかあの形が違うんです。そうそうそう。あのエグい、いやいやエグいし、相方パイセンね、はい、矢野さんはもうみんなに愛されてるやん、はい、あもうそうですね。ほんで言うたら俺のこともガシニーって、俺のことをガシニーって言うのあいつだけやねガシニーって。いや本当にだから僕ほんま企画外の方にあの巡り合えるラッキーは、ええねん、波長合うから。だから漫才はパイセンと
本当はジミーさんとって、はい、でも本当にあの先ほどなんてジミーさんがおっしゃったか分かんないですけど、マネージャー経由で、うん、傾向と対策を整えて、うん、とりあえず来年よろしくっていうのを聞いてるんですよ。そう、やからいかやらなかった。あと、そう、あと情報でね、漫才は矢野さんパイセンやろ、はい、ほんでコントはジミーさんや、はい、で情報番組はピーコさんとピーコ&兵道のピーチケパーチケが、2021年4月で10年目、はい、そうです、あの迎えまして500回やらせていただきまして、僕あの7月からちょっとピーコさんがちょっとご勇退なされたんですけど、もう10年間ずっとやっピーチケパーチケピーチケパーチケという番組で、あのクリスマスにあの忘年会して、そのままピーコさんは僕一人連れて帝国ホテルのバーに行くっていう恒例 の, のそうやね、ええ人やね、ピーコさんむちゃくちゃ映画です、ピュアな方で、天使やもんな、天使です、ほんまに1回だけ、僕がその帝国ホテルのバーから帰るときに、タクシー乗ろう思ったら兵道言われて、ちょっと降りてきなさい言うて、降りて行ってチューされたんですね、ピーコさんにチューいただいて、ありがとうございますって言って車に乗ったんですけど、僕も酔ってたからバーン出て、ピーコさんください言うてチュー仕返したらものすごい乙女の顔になってます。そうやな、やめなさいよって。そうそうそう、あの、はい、攻めるのは好きやけど攻められるの弱いのよ。そうですそうです、そうです。俺も一回楽屋挨拶行ったら、はい、東野って言って、なんか最近変なとこ行ったみたいなこと言われて、はい、え何がですか、はい、って言って後ろ向きなさいって言われて後ろ向いたら、はい、あの、はい、ピーコさん の, あのハイブランドのバッグからあのジップ奥に入ったアラジオをね、はい、あの握りしめて俺背中に思いっきりかけられたもん、はい、思いっきりバシバシかけられた。僕もあの後ろ向きなさいって言われて、首のボンのくぼみたいなところに血をくわっと塗り込まれました。ありがとうございますって言いました。そう。いやだからそういう意味で言うと、あの情報番組はピーコさん、コントはジミーさん、漫才はパイセンと、はい、これからも頑張ってほしいと思いますんで。わかりました。はい、どうも夜分遅くありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。すいません。失礼します。ありがとうございます。いやー。明るくなった、よかった。さあ、もう23時前ですけれども、ぼる塾のあんりちゃん、はい、秋田あんりちゃん、すいません、こんばんは、久しぶり、久しぶりです、1ヶ月ぶりですね、もうちょっとハイウエスト、スカート上げすぎちゃう最近流行ってるんで、ここが、いやいや、だってもう下乳の上まで上がってるんだよ。これが正しいんですよ。あ、そうなの。そうです、そうです。大丈夫、大丈夫。今の流行りですよね、このファッションは。流行りですか。そんな上げんで。じゃあもう カメラ一応ここまで上げるもんなの。いや、ここまでですよ。あ、そうなの。ぼる塾と3時のヒロインはもうここって決まってます。決まってる、ね、ここ、はい。わかりました。最近の女芸人は。座ってください。はい。あ、マイクつけてね。すいません。ね。いや前回あの、はい、やりましたけど若手存在確認テレフォン、はい、そう、はい、やりましたけど覚えてますか、ピザとオムライスのさくらちゃんとか令和ロマンの煙、あ、令和ロマンは知ってる、煙くんは、いやなんでさくらちゃんも電話しましたよ、あ、ギャルのね、はい、付き合っててみたいな、ああ、はい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 、で東野さんに紹介した後、うん、すぐ解散しましたから、ピザとオムライス、すぐ解散して、私が紹介してこれから売り出したかったのにすぐ解散したかった、それはアンリちゃんが見る目ないねんで、いやもうびっくりした、すぐ解散、解散大丈夫、いやでさくらが今ピンでやってて、いやもうそれはもうやめていくでしょ、もうさくら、いやいやさくらはやめていかないです、いやだってもう今もう聞いてました、はい、吉田サラダさんの現状とか熊田雅史さんとか、いやちょっと聞けてないんですけど、浜谷姉さんとかもうみんなもう辛すぎて浜谷姉さん辛かったですか、いや浜谷姉さんはもう今ずっとネットフリックス見てんねんてちゃんと相方から連絡もないねんて、仕事も全くないって、相方から連絡ないって、会ってないってことですか、会ってないって、じゃあ劇場も出てない、劇場も出てないし、ずっと家でネットフリックス見てんねんて、でなんとかトラックっていう芸人と仲良くやってますって言って、なんとかトラック、いやもう分からん、4トンか6トンかなんか知らんけど、はい、トラックさん、トラック君と遊んでるって言って、あ、そうなんですね、ほんでなんかダイエットして76キロまで痩せたけど、はい、86キロまで戻りましたっていう普通のエピソード、確かになんかその辺の一般人の話聞いてるみたいな、いや、そうよ、そういうことないわ思ったもん
いや、でもアンリちゃんはもうラビットとかでも忙しいでしょ、はい、そうですね、今日も朝ラビット行かせていただいて、ね、もう忙しい限りで、いやもう嬉しいです。いや仕事、コロナ禍でも仕事あるってことは嬉しいことよね。いや嬉しいですね、本当に生活に何にも困ってないです今。そんなあんまり先輩方の前で言うもんやない水玉のケンさんなんてインスタントラーメンにお野菜炒めて入れてんねんから、で食べてんねんから。インスタントラーメンに炒めた野菜を入れて食べて、で毎日2時間ショールームやって。ショールームですか？ショールームやって、あの一時期流行ってましたけど今やってる人いないっちゃうショールームって何か。ケンさんに言うなよ。2時間毎日やって何してんの、はい、って言ったら、はい、なんかそのなんかあの こんばんはとか来た人にお名前呼んでこんばんはって言って、はい、それで2時間もつって、あファンの人と交流しながら、ね、交流しながら やってるって。素晴らしいですね。いやいや、はい、もう本当に今日 誰を紹介してくれるの、はい、今日もですね、あの紹介したい人がいるんですけど、はい、これ東野さんももしかしたら知ってるかもしれないんですけど、一、うん、人目がですね、あの小田上田っていうコンビの上田さん、うん、なんかそのザ・ W 出てたの決勝。そうなんですよ、ザ私たちが去年決勝出させていただいたんですけど、はい、一緒に出て、多分小田上田さん荒引き団の方にも出てた、出てたと思うんですけど、見たら分かると思うけど、その小田上田って言われてもいまいちあんまりですか。なんかもう本当女芸人なのにもう下ネタとかも平気で言うし、もう笑い取れるんだったらすぐ脱ぎますぜみたいな、こう今時の男芸人よりも這いつくばって笑い取ってるようなその排水口にしがみついてて、もう笑い取りたいっていうタイプ、あの地下の中でも地下ぐらいの感じなんですけど、もう実力はめちゃくちゃあるコント師で、先輩、私の1個上です、1個先輩 でネタとかもやっぱ女なのに男の露出狂のネタやったりとか、はい、いやちょっとでもね、はい、まあ、こういうなんか今ザ・ W も出てるんでしょ、今予選出てて、だから実力はもう確かで、あアンリちゃんも出てるのザ・ W 予選、あれ今年はちょっと出てないですザ・ W は、あもうあれアンリちゃんちょっとタレントでやっていこうという感じ、はい、タレント M1 は出てますからザ・ W はちょっとあの育休中のメンバーがね復活したら、そんなんもあんのよね、はい、そうなんですよ。田辺さん元気？田辺さん元気ですよ。顔のブツブツとか減ってない？顔のブツブツは相変わらずあります。相変わらずありますか？ありますけども。ちょっと電話しましょうか上田さんに。はい、小田上田どういう話したいんかな上田さんとは。上田さんとかでもなんか芸風とかもやっぱ今時いないような、うん、こうはなんていうんですか、本当地下芸人、もう喋り方であれってなると思います。なる、大丈夫？はい、多分普通に上田さんが喋れば引っかかるところはあると思います。小田上田の上田さん。はい。あ、もしもし。あ、東野です。あ、夜分遅くにありがとうございます。こちらこそ、あれ、えらいなんか這いつくばってる感すごいあるけど。あ、はい、あの速攻のあのドブ水あのいっぱい食べてここまで大きくなりました。元気で何よりでございます。はい、ありがとうございます。小田上田の上田と申します。もう出身はどこなんですか？あ、もう大阪です。あ、はい、大阪から東京来た。はい、実家が大阪の、ゴミ屋敷でして、えもう本当に行政に見つかったら全部撤廃されてしまうんであまり言えないんですけど、親が片付けられないんだ。はい、いつもなんか家に帰るたんびに何か物が増えてて、あじゃあ逃げるように上京してきたんですね。そうですね、はいあ、そう。で、はい、小田上田は女性コンビってこと？あ、はい、女2人でやらさせてもらってます。いや、でもなんかアンリちゃんに聞いたら、え、露出狂のネタとか下ネタも平気で言うとか、すぐ脱ぐと、すぐ脱ぐの？お恥ずかしながら、感情が高ぶったらちょっと脱いでしまう。いやいやいや、それ脱ぐな汚い体とか言うてる芸人の中でギンギンのやついてるからやめた方がいいんだよ。特にさっきもちょっと名前が出た8.6 秒バズーカの浜やねんが特に大好物でして、いや本当にえ浜やねんが大好物ってどういうことなの？その、はい、あなたが浜やねんが大好物？はい、あ、いや逆でして、浜やねんが上田さんのこと？はい、はい、8.6 秒バズーカと同期でして、おうおう、はい、つがもう本当にもう我々がもう同期が売れてないので、うん、やっぱり
売れてない同期のことをやっぱりあの下あの下僕と見てまして、え浜やね偉そうにあはいあの王様です、飯おごるから、はい、偉そうな態度すんねや、はい、あいつがもう笑うので、うそうですね、ちょっと両乳の方を何度か見せるっていうくだりとか浜やねに両のおっぱい出したら笑ってご飯ごちそうできるからプライドもなくおっぱい出すんねや、そうですね、やっぱダッサイとか飲ませてくれるんであ、両乳出したらダッサイ飲ませてくれんねや、はい、飲ませてくれるんで、かつては、はい、そうですね、そういう時も、いや、それは俺ね、一般の方は何をって思うかわからんけど、はい、やっぱ芸人の世界ってやっぱそういうことがね、なんかこう面白かったりもするしね、うん、そうですね、これが10年後とかまだやってたら悲しいけどまだ若手やからさ、いくつ、ね、上田さんは、はい、あ、私今年30になりました、やめろ30の女が30の男に両乳出してダッサイ伸ばしてもうて、でもあれやろ、下は出さないでしょ、下も状況下によれば、そうですね、そうですね、芸風が井出らっきょさんとほぼ被ってしまってるか、じゃあ何を飲ましてくれたらもう下も出すんや、いや、それはもうやっぱ獺祭のちょっといいやつ獺祭のちょっといいやつ出したら下も、はい、いやでも女性によっては例えば森さんちの黒沢さんは、はい、おっぱいよりも脇が恥ずかしいとか、まあ、部位がいろいろある、さすがに上田さん、はい、量のおっぱいとかね、はい、股間とかは恥ずかしいけど脇が恥ずかしいとかなんかあるんでしょ、あ、そうです、やっぱり脇はすごく本当同期たちからはその象側だと言われていて、象側汚いんだ、すごくジャリジャリ、その冷凍ハンバーグぐらい灰色の何かがついてるってよく言われるえ、両脇石のハンバーグみたいな感じになってるの、あ、なってます、はい、石のハンバーグ、その冷凍してるハンバーグみたいになってるの、そうですね、温めた方がいいって言われるいやもうじゃあもう汚いやん、汚いな、そうですね、そのやっぱりど、え、でもえ、マニアックなネタやってどんなネタやってんの他には、金玉を伸ばすネタとかをやらさせてもらって、いや、だって上田さん金玉ないやん、相方に作ってもらって伸ばしてます、え、そうか、今できひんでしょその金玉のネタは、相方おれへんから、そうですね、今この状況だと私が一人4畳半で金玉伸ばしてるだけになるんでちょっと悲しくなっちゃうんで、そうですね、あとはどんなネタやってんの、あとはですね、クジラかなと思ったらカーセックスだっていうネタどんな入り方すんの、まあ、ギッキ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 っていう音がしてるので、うんうん、まだがカーセックスだと思ったらクジラが出てきて、クジラかなと思ったら結局カーセックスだったというネタをやっております、アレちゃん、はい、受けてんねやろな、私たち劇場一緒なんですけど、うん、受けてんの見たことないです、でも袖で芸人は大爆笑して、芸人はで、それが伝わってくると受けてくる感じというか、だからこれはさ、上田さん、はいはい、やっぱ俺が思うのはやっぱり、はい、アンリーちゃんをやっぱ利用すべきやと思うね、そうですね、ちょっと使えるものは全部使って、だからアンリーちゃんが MC の変な芸人、カルト芸人ばっかりのイベントやるとか、いや怖いな、怖いな、でアンリーちゃんが全部仕切っていって上手にこう転がして、あ、できるかな、その、はい、マッコウクジラと思ったらカーセックス、いやいやカーセックスと思ったらマッコウクジラだったみたいなネタを上手に笑いに変えてもらうとか、ネタ終わりでとかさ、いやいや、そうですね、もうちょっとアンリーに全部ちょっとおんぶに抱っこで、いやいやいや、させてもらう、先輩ですからしかないですね、そうよね、だからアンリーちゃんに言ったら冷凍ハンバーグみたいな脇見せるとか、いやいやいや、私だって獺祭出してないのに下見せられたことあるんだって、もう獺祭おごったったらええですけど、いや獺祭はおごりますけどその下は見たくないです、はい、でも上田さん、こう見えて可愛いところもあるんですよ、可愛いところ、はい、今男性マネージャーがついてるんですけど、うん、そのバレンタインデーにはその男性マネージャーに綺麗にラッピングしてチョコレートあげたりとか、これだから上田さんね、はい、最初に下ネタ振って
って下品と思わせて最後は品があるっていうこのアンリ上手な流れ。違う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 、やめてやめて。俺最後あのなんか出てね得しかない感じで仕立てるって。いやいや誰から学んだよそういうテクニック。アンリ、いや違う違う違います。でももう一個あります。何、あの上田さんの家に男芸人が行ったらしいんですよ。でも上田さんの家なんてやっぱ実家がゴミ屋敷ですから、こう汚いのかなと思ったら、こう調味料あるじゃないですか、醤油とか、それがなんか綺麗な黒と白のボトルに全部調味料ボトルに詰め替えられてた。だからあのイメージ壊すようなええ話をあえて持ってくるな最後に。いや素晴らしい、やっぱりもうアンリ、いやこれはねアンリちゃんを上手に使うべきやと思うで、売れてる人は使ったらええねんって。確かにそうですね、あの本当にあのなんとかあのちょっと、ボル塾に入れていただきたいですね。そうそう、そうボル塾増やす計画どうなん。いや増やしてもいいですけど、小田梅田は入れないです。入れた方がええか。いやいやいや、でも小田梅田さんはもうボル塾とかじゃなくてももう芸人さんにいろいろ認められてるというか、あのシソンヌの二郎さんとかにも。そんなことないです、やっぱりあの小田梅田はもうやっぱボル塾に救われてやっぱ生きていってますので。ぜひともあの、いやほんで今度のザ・ダブリーもしかしたら決勝まで行って、はいはい、そのクジラかカーセックスかっていうネタがさ、はい、ハマるかもわからんしさ。そうですね、そう何がどうなるかわからんから、ネタもやりつつさ、はい、なんかメジャーなところも目指していったらさ、ラビット、ね、ラビットとか出てほしいな。ラビット出たいですね。いや無理だろラビット。回答で下ネタ言って TBS のプロデューサーにめちゃめちゃ叱られたいな。いやそれでなくてもあの日テレさんザ・W 出た時にその小田があの相方の小田がネタもう金玉伸ばすネタをやりたいですって言ったの。なんずっとずっとあの交渉していて、で、もう夜中に日テレのもう偉い方から電話がかかってきて、あの許可いただけるんかなと思ったら、もう日テレは下腹部からボール状のものが出ることを良しとしてないので絶対やめてくださいって、もう改めて怒られたことがあるんで。あそうなんや、はい、でも決勝残ったからそれいけんちゃうの、あかんの。ダメで仕方なくあの金玉じゃなくてあの目玉目玉を伸ばすっていうネタに急遽変えて。やっぱそこ金玉でしょ。いやいやそうですね、目玉でもだいぶでしょ。俺のアドバイスとしたら分かりましたって言って生やから生でやったったらええんちゃうの。まあそうですね、まあ行ってあのこっち勝手に金玉用意して伸ばしましょうか、うん、あごめんごめん、フットボールの後藤さんがやれって言いましたって書いてて、俺じゃなくて。あの全部後藤さんのせいにします。あの、はい、司会の後藤さんが生でやったったらええねんって言ったんでやりましたけど、はい、金玉ダメでしたかって。わかりました。そそのかされたと。そう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 、言っててください。はい、ありがとうね。うん、いえいえ、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。覚えときます。小田上田の上田さん。はい、上田でございます。はい、ありがとうね。はい。失礼します。失礼します。面白い。いや面白いですよ、キャラが濃いですし、やっぱネタがちゃんとしてるよね。はい、めちゃめちゃ面白いです。ネタやっぱり見れば見、最初は抵抗あるんですよ、やっぱ下ネタってなるんですけど、もうハマると。そうよね、どんどんハマってっちゃう。まああと3年4年5年ちょっと熟成してきたらちょっとええ感じになってくるタイプ違うの、はい、いやでもそうだと思う。ちゃんとネタとかそういう芸人として評価されるタイプの女芸人。いや喋ってそうやね、はい、同期のハマヤンと全然ちゃう感触。俺の手応えがいややっぱそうです。ハマヤネンかは何にも出てこなかったけど、いや本当にちゃんとしてる。ハマヤネンさんのことはもうぜひ見返してほしい。そうよね。はい。脱菜おごり返してほしい。いや本当に。ハマヤネンにおちんちん出させてほしいよね。さあ次は。はい次はですね、私の同期なんですけど。ラタッタ。はいラタタッタの。ラタタッタ。はい渡辺っていう男なんですけど。わからんわ。ラタタッタなんでラタタッタなの。で渡辺っていう男がですね、はい、もう年間1500時間パチンコを打ってる。もうでも令和の芸人なんですけども昭和の芸人みたいな感じで、はいはい、結構コロナ前の話なんですけど、なんかこう同期でお酒飲みに行ってたんですって、うん、で酒癖がやっぱちょっと悪いんですよ渡辺は。渡辺君、はい、で酒癖が悪くてその渋谷のセンター街 の一発ギャグやってる方いるじゃないですか。芸人じゃないけど一発ギャグでお金もらってる方で、そいつその人に渡辺が絡み出して、お前面白いことやれよ、その一発ギャグの人にでギャグやらせて、
で、いや全然面白くねえよお前って言って、でその一発ギャグの人が、じゃあすいませんこれだけでもって名刺をその渡辺に渡したらしくて、で渡辺はその名刺をもらって、その一発ギャグやる人の前でその名刺を破って、その名刺を口の中に入れて食ったんですいやいや、同じ芸人同士だったら、はい、面白いことやれよっていう、そんなに無茶ぶりないやんっていう、わかります頑張ってくださいねって言って励まし合うんちゃうの？違うんです、もう渡辺はその飯を食ったんです。わかりましたはい、うん、ちょっともう今あんまりこういう芸人いないんじゃないかなと思って。ちょっとね、はい、同期？同期です。売れそうなの？いや売れるかわかんないですけど、でも漫才はめちゃめちゃ面白い。面白いの？はい。もしもし、あ、はじめまして、あの渡辺さんですか？ラタタッタの、はい、ラタタッタの渡辺と申します。はじめまして東野さん、ありがとうございます。いやなんかそんなタイプに見えへんけど、声聞く限り。いや本当に酒癖悪いの？はい、本当に反省しております、心から。絶対嘘でしょいや嘘、嘘じゃありません。だって年間1500時間パチンコ打って酒癖悪いやつってまともなやついないと思うよ。そんなことないです反省しております、まともです。あの覚えてるの、そのストリートギャガーと喧嘩したことも？そうですね、そうですね、名刺を食べたところまではっきりと覚えてますやかんやん、覚えてる。恥ずかしいです、本当に。はいや、そんな言うて口ばっかりや、心全然こもってないやん。いや、そうなんだ。いや、本当に心から反省します、本当に申し訳ないことをしてしまったと。もうじゃあお酒飲めへんね。はい、飲むでしょ飲みそうだ。パチンコは毎日やってんの？そうですね、まあ、ちょっとコロナ前は本当に毎日でしたね。なんでコロナになってからはせえへんの？そのお店が閉まってしまったので。あ、そういう理由で？そうなんですよ。でもコロナ初期とかよくワイドショーとかでパチンコ屋さん、はい、カメラ来てたやん。あ、来てました。行ってたでしょ？言ってないですいやいやいや、もう嘘ばっかりやん。いや本当に、だって反省してますし、はい、パチンコ屋さんは換気いいから。当時はワイドショーはバーって密になるとか言ってたけど、はい、結果今誰もワイドショーパチンコ屋さん行ってないってことは、そっから別にクラスターも発生してないんでしょ、はい。だからこれは本当にパチンコ屋さんの素晴らしいところですよねほらやっぱ行ってんねやん。いやいや、僕は言ってないですけど、素晴らしいという話は聞かせていただきます。あ、そうなんですか。はい、はい。でお酒ももうお店飲みに行ってないよね、今もうあかんからね。いや、このご時世ですから。行ってるでしょすいません。行ってないですか？もちろん行ってません、家で飲んでます。ね、気をつけてくださいね、本当に。はい、ただ本当に、はい、家で飲ませて。 M1、はい、M1 とかは出てるの？あ、はい、今1回戦は通りました、はい、今年は。去年はどこまで行ったん？あ、去年は1回戦落ちて再エントリーしてまた落ちて、エントリー費他の人に2倍払いました。あれちゃん、はい、嘘ついたらあかん。いや、本当に漫才面白いです。いや、漫才めちゃめちゃ面白いですよ。いや聞いてください東野さん、はい、ラタタッタっていうのはこの渡辺もやばいですけど、相方の古谷っていう男がいて、で古谷もコロナ前にファンの女の子にめちゃめちゃ手出してもう嫌われるみたいな、その2ちゃんのスレに売れてないのにラタタッタっていうスレができてその古谷に遊ばれましたみたいな女の子が急増して、うん、本当にその売れてない若手芸人がちゃんと吉本の本社に呼び出されて叱られて。いや、それはええけど、はい、最低限そういうやつおもろなかったらあかんやん。で、それで聞いてください、はい、で、客に全員に嫌われてるわけですよ、ラタタッタっていうのは。だから受けないはずじゃないですか。そらそう。でも舞台に立つと受けてるんです。だから漫才は面白いんです。でも1回戦で落ちたんですよ。だから小レースに向いてないだけ。小レースに向いてないだけで。いや、2回は分かってんねんって1回戦2回落ちた。えが M1 グランプリっていうのは、はい、新助さん、島田新助さんがお笑い芸人たくさん増えて、はい、今後10年後、20年後、30年後生活できんから、はい、早い段階で辞めるきっかけを作るために、はい、逆説的に作った大会が M1 グランプリやねん。1回戦、はい、2回落ちるやつはもうやめてまえ。いやいや、じゃまだね、6年目だからな、鍋優しいな鍋、大丈夫だから優しいな、ありがとうございます。アンリちゃん、お世話になってます。まだ大丈夫。アンリちゃん、優しいやろ、渡辺くん。
はい、本当お世話になってます。同期とは思いません。ご飯も奢ってくれんの？はい、おごってくれてます。いや、行ったことないよ、ご飯一緒に鍋だから言うたら、アンリ重視なわけでしょ、はい、ラタタッタって言うたら、アンリがおすすめするってことでしょ。いや、でも本当そうで、もっと、もっと押してってほしいですね。そうです、アンリちゃんに。だからやっぱテレビでは言えないんですよ、はい、こういう芸人だって。だから言うてるよ。だからそのさっきの、上田さん、はい、小田上田の上田さんもそうやし、はい、ラタタッタもそうやけど、アンリプレゼンツのイベントやらなあかんねんて、はい、いやでも、アンリプレゼンツじゃ手に負えないんだから東野さんに紹介してこんなやつだ。いやいや、だからどんどんこうやってやっぱ若手にもいるんですよ、世話しなきゃいけないやつらが。いや、だって年間1500時間パチンコ売ってるやつに、はい、どう励ましていいか分からへん、はい、やっぱラタタッタと小田上田はやっぱラビットには出れないんでその出たら出たったらええんちゃうの。いや、だからほんと東野さんのマルコポロリとか、それこそいくつなの渡辺君は。あ、僕26歳です。若いですよ。若い、さ、これからやもん、はい、コンビ組んで何年？そうですね、コンビ組んで7年目です。7年目ということで、はい、やめようと思ったことないもんな。そうですね、一回もありませんね。だって居心地いいんやもんな。そうです、最高の環境ですね。だからこういうやつが一番あかんねんって。いや、そうなんですよ、鍋はその同期の中でもつまんないやつばっか集めて自分が一番面白い立場で飲み会するタイプ。最悪やろそれはブラマヨの吉田やで。おもろいやつとは絶対先に飲めに行けない。とにかく自分よりもおもんないやつ、ボケへんやつ集めて酒飲んで、はい、リラックスして酒飲むね。いや、だから本当ブラマヨさんみたいにやっぱ漫才面白いは面白いんで、ちゃんとね、これからラタタッタの肩みたいな漫才をつかめたら、はい、そうです、はい、行くと思うから。もうそうですね、頑張りたいです。テクニックはありまくってるんで、ね、トーク面白いし、あ、ありますで、なおかつパチンコやりながら、はい、おもろいネタ考えれたらもうパチンコもやめへんし、酒も飲むし、そうですね、で遅刻もするし、はい、そうです、ね、先輩とも揉めるし黒だよ、黒だいや、でもそうかもしれない、若い時の黒だよね。あ、だ、本当2人揃ってなんでね、コンビ揃ってなんで、本当だから中川家と黒田みたいな感じで昔、はい、大阪の汚い酒場で酒飲んで、で、はい、喧嘩なって道外出て、なんか酒飲んでて、はい、喧嘩暴れてたら、はい、それがなんかこうカメラで撮られてたみたいで、後に警察24時に出てたんですよ。だからラタタッタもそれぐらい暴れて、はい、酒で暴れて、はい、警察24時に出るぐらいの武勇伝みたいな作った方がいいと思うで。いや、でも確かにコロナ終わったら頑張らせていただきます。コロナ終わったらね、はい、もうお酒飲んでも、はい、もちろん、よくなったらね。あ、そうです、もちろん、はい、このもちろんが一番嘘くさいね。いや、ほんと、なべちゃんと言おう、ちゃんと言おう、これだけは。こんな軽いもちろんないよ。もちろんです。いや、もちろん。はい、もちろん、はい。パチンコも行かない。もちろん、はい。酒も飲まない。もちろん。変な女とエッチしない。もちろん。はい、わかりました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。失礼します。面白かった。いやー、いいでしょ。面白かった。そうなんですよ。ちゃんとやっぱり、アンリちゃんにやっぱおすすめしてもらって外れなしやね。いや、本当ですか。はい、いや、ただアンリちゃん、はい、これね、もう23時過ぎましたけど、ここで、はいはい、芸人さんにかける電話は終了、生存確認ね、うん、テレフォンシーズン23回目、芸人さんにかける電話は終了。ただもう一人電話をかける人が残ってて、あら、ファニー上層部っていうところに今から電話するんですって。ファニー上層部で電話かけて、来月以降この番組が続くのかどうなのか、その番組の生存確認を今からする。え、あ、まだ分かんないですか、来月やるか。全然教えてくれへんねん。え、シーズン2のこれ3回契約やからこれで終わりやけど、あ、そうなん、これがシーズン3になるのか、はい、どうなるのかを全く知らないの。あ、ずっとやってくんじゃないですか、シーズン2って。いやいや、前みたいに。いや、最初から3回だ。あ、3回だったんですね。で、今日これ3回目や。あ、終わり。で、これでどうするか、黒田さんとネゴシックスがT シャツのデザイン作ってくれたけど。いや、なんで最後だからですか。いや、分かれん。え、いや、この T シャツも販売するかどうかも分からへんけ ど、 なるほど、とにかく最後聞きましょう。いや、ちょっと継続してほしいですね。はい、ちょっとね、9月からどうなるか。あ、待って、ちょっと待って、電話する。
もしもし、お疲れ様です。吉本興業の東野でございます。吉本興業ファニー事業本部本部長のヤンと申します。本部長ファニーって今めちゃめちゃ力入れてますよね。 あはい、おかげさまでファニー事業本部というですね、部署が立ち上がってまして、今急遽ね、急遽のこの6月から、はい、いやとにかく各局、はい、東京各局もまた吉本さん、はい、わけわからんことやってって沖縄映画祭のなんか映画作れみたいなノリで最初やってたんですけど、はい、なんか、はい、山ちゃんの足りない2人の収益から急に各局が色めきたって、はいね、もう日テレさん行ったらえらいことになってますなってますね。いや、はい、で利益は上がってるって聞いてるんですけど、はい、そんな絶好調ファニーの上層部のヤンさんに伺いたいんですけど、はい、生存確認テレフォンっていうのはこれシーズン2が今日3回契約で、はい、今日最後なんですよね、はい、で9月以降も生存確認テレフォンって続くのか終わるのか、はい、ちょっとどうなってるんですか。はい、これ立ち上がった当初ですね、本当にどんな稽古お金をいろん な, なんかシステムだと か, なんかいろんなものにお金がかかってですね、はい、まあ、この生存確認テレフォンの担当 P のからですね、はい、まあ、はい、これぜひまた復活してファニーのために、まあ、これがプロモーション絶対になると思うんでっていうプレゼンを受けまして、はいはい、私が、はい、でもなどうしようかなって、お金そんなないしなっていうので、いやあるじゃないですかめちゃめちゃあるじゃないですか。その時どう転ぶか分かんなかった時期でして、はいはい、でその時はまあじゃあ3回だけ今回ね、そう やったらいいよっていうので、うんうん、一応 OK を出したんですよ。 5を出したんですよ。でシーズン2 3回やりました、はい、今日今でこれで終わりです。で今後どうなるんですか。はい、で6、7、8ですね、はい、3回目なんで、はい、この間ですね、ファニーが東野さんもご存知の通り、えらい結構儲かってやらしいな。結構今のところ結構上々な滑り出しを見せておりまして、はいはい、これ私からぜひとも継続でやったー、おめでとうございます。やったよ、はい、アンリちゃん、いやよかったですね、俺とアンリちゃんのレギュラー番組、いや本当ですよ、継続でいいんですね。はい、はい、こんなにコスパの良い宣伝手法はないぐらいにすごいお客さんも見ていただいてますし、なんか再生回数が何十万回、31万回、はい、41万回再生、そうですね、はい、アーカイブ今も3300人の方が、はい、ご覧いただいているということで、いやだからこれからファニーもね、はい、ちょっと吉本もやっていきたいし、僕もファニーを応援したいんですよ、はい、俺こんだけの声で沖縄映画祭はね応援しようって気持ち湧かないんですけど、ファニーはなんかね応援したいってこう、めちゃくちゃ嬉しい、中川からグイグイ来てますから、はい、あともう一つちょっとお願いがある、いいですか、はい、せっかくですからちょっと上々の滑り出しなんで、はい、ちょっと生存確認テレフォンで、はい、限定で T シャツを何枚か作りたいんですよ、はいはい、でたくさんなんでもうめっそうもない言わないんですけど、はいはい、工場の生産ラインの一番少ない感じでいいんで、はい、ちょっと作りたいなと思ってるんですけど、はい、前向きに動いていいんですか。なるほど、そうですね、2パターンのデザインを拝見しまして、はい、ネゴシックスさんのやつは私も欲しいなって思ってます。すごいじゃあネゴシックスさんの方の T シャツ少ない枚数でいいんですけど、
ぜひ。あ、やった。ぜひあの GO で。やった。お願いします。はい。あれ、あともう一個お願いあるんですけど。はい。はい。ファニーで。はい。メッセンジャーの黒田の。はい。ミニ配信番組とかないですかね。いやーもう本当に冒頭この生存確認のギャラが入ってなかったっていうゼロです。不手際が、はい、不手際がありましたんで、そんな不手際あいつ番組1個上げたんです。本当に申し訳ない。本当その申し訳ない、お詫びの印としてもぜひ聞かせていただきたいと思います。よかった、すごい。なんか料理とか得意ですから、はい、ちょっと生存ファニーで、はい、なんかこの前向きにお願いします、はい、なら奥さんの絵もなんかね、これもなんか上手に ごまけて、はい、フェードアウトできますので、はいはい、そうですね。我々もあの、はい、ファニーとは黒田とは生存確認から距離を置いて、黒田は黒田でやる、我々は我々でやるみたいな感じで、ちょっと黒田君にちょっと何回かファニーから素敵な配信番組をお願いします。ぜひぜひお願いします。料理でもいいしね、はい、皆さんお願いしますね。頼みますよ。性格悪いですけど頼みますよ。性格悪い。ほんでハンさん、東野さん、はい、すいません、このファニーが、はい、40代以上の芸人さんに、こう不評だっていうお話があったんですけども、いやだってもうめちゃめちゃ不評ですよ。いやでもですね、はい、ちゃんと40代男性とか の会員さんとか視聴者がいらっしゃって、はい、そのメッセンジャーの相原さんの、あ、それ聞いた番組、はい、パララジオとかは、うん、その40代男性にめちゃくちゃ見られてるんですよ。いいやいいや。なので、はい、なのでそういう本当今後もそういうこうあらゆるやっぱベテランさんも中堅さんも皆さんファニーやっていただきたいと思ってますんで。ちょっとハンさん、なんか優しい雰囲気、はい、インテリヤクザのやり方ですよ、こんな。いや本当に純粋にこれ、そうなんですよ、上層部から の期待もものすごいんで、ファニーっていうのは、はい、じゃあちょっとまた、はい、メッセンジャー黒田とジミーさんの料理対決でもやりましょうよ。ぜひお願いします。はい、アンリちゃんがね審査委員長だって。いやもういいですよ、はい、あれ何回やるんですかあれ。終わりだよあんなの番組持ったら。いやいや、ちょっとじゃあこれから前向きにいろいろよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。よろしくお願いします。ファニーバンザーイ、はい、ファニーバンザーイ、ファニーバンザーイ、バンザーイ。怖いな、浮かれてるわ。相当儲かってるんでしょうね。相当儲かってますよこれ。すごい、こんな珍しいよ、はい、吉本で。だからやったらええねん、アンリちゃんファニーで、はい、アンリちゃん主催の、はい、そういうあの排水口ライブみたいなやつ。いやいやいや、東野さんも来てくれるんだったらやりますよ。これさっきのこの何、小田上田の上田さんとか、ダダダダの渡辺とか、噛みそうな名前ばっかりやけど。ぜひぜひお願いします。そしてネゴ6のちょっと T シャツも生存確認でこんな感じ。あ、めっちゃいいですね。ね、なんで絵うまいですね、ネゴシックさん。やっぱそう、やっぱりね、もうプロですから、こっちが本業ですから、はい、そちらの方もやりたいと思いますし、またちょっと生存確認テレフォン近々やりたいと思います。今日の放送もファニーの公式 YouTube でアーカイブ配信されます。公式 YouTube でアーカイブ配信されます。最初から聞き直したり SNS でシェアをお願いします。感想は、ハッシュタグ生存確認テレフォンでお願いします。話を聞いてほしい芸人の名前もまだまだ募集しております。来月以降もこの番組形を変えながらも続けていきたいと思います。それでは姉ちゃん、どうもありがとうございました。また来てください。それでは吉本芸人生存確認テレフォン以上で終了。11時半になっちゃいました。それではありがとうございました。おやすみなさい。